YouTube は6名の方、こんにちは。6時半32分になってますけども、Zoom に今ですね、4名の方、僕を込みで4名の方がいらっしゃって、まあ、事前の、近況報告みたいなことをやっていましたが、6時半スタートっていうふうに打ってますが、そんなにガチガチによしやりますっていう感じよりは、インタラクティブに皆さんといろいろできたらいいかなっていうふうな感じなので、ゆるりとやっておりますと。ダメね。コメントとか、YouTube の方もコメントは見てるので、ぜひ、一言、二言、入れてくれると、いいと思います。で、今回は今までのライブ配信ではですね、僕の方が経験値が低いので、日々、っていうか毎回少しずつアップしてるんですが、今回は YouTube のライブ配信のオプションでですね、レイテンシーを短く、一番短いオプションをにしてみました。ですので、今まで過去2回とかで、アランさんとかが、遅延が何秒ありますね、40秒とかそれぐらいありましたかね、1分近くあったんですけども、今回はどれぐらいなのかなっていうのが、僕分かって、分かんないっていうか、やってる方は、やってる方だけでは分かんないですけどもね。なので、でも、遅延が比較的少ないんではないかと期待されるので、コメントを、YouTube のコメントをもらったときに、こっちが反応する速度は、比較的まともになるんではないかなって期待してのオプション設定になってますんで、僕こっちに書き込むかな、一言。はい、いう感じで。そうですね。そう。で、どこだ？あ、そうだ。ポスト、コロナ時代の AI に期待することっていう、ことでさっきも言いかけてましたが、日々の環境がですね、うちにいてくださいよっていうことで、仕事もできる人は僕たちで言う、僕とかは、さっきも喋ってましたけども、在宅モードになって、まあ、プログラマーですから、コンピューターとネットがあれば、どこでも仕事できるっていう形で、10日目になってですね、昨日、椅子を、うち用に椅子を新調してですね、今日は比較的僕は、椅子的には、椅子、お尻的にはハッピーになってるんですけども、いう感じでですね、いや、皆さんはここの、世界情勢っていうかですね、コロナ情勢にどういうふうに適応してるのかなっていうのが、裏テーマでっていうかですね、ポストコロナ時代の AI に期待することっていう投資テーマで皆さんとお話できたらいいなと思っています。で、これですね。で、どんどん、Zoom に参加してください。AI フォーラムの方に、招待のインビテーションの URL 等々がありますので、ここ経由で入ってもらえると、2段階承認で僕が承認しなければいけないっていう、ね、セキュリティが問題になってますが、そこら辺はできることはやってるんで、っていうことでお願いします。っていう、このページを共有するモードはとりあえず一旦終了して、皆さん、こんにちはっていうことです。今の 4名、今、ズームに参加していただいてます。こんにちは。一応さっきも挨拶しましたけども、ね、左上っていうか、これは人によって違うんですね。オレンジ色の T シャツは、これまで AI フォーラムで、2回ほど発表をすでにしていただいてますし、初期に第1回、セミナーの第1回の時も、真正面に座られてですね、もう、重鎮のようなポジションの加藤さんです。こんにちは。はい、で、あと、川村さんですね。こんにちは。川村さんは、
僕はっていうか僕のうちの会社はいろいろつながりがありますけども、 AI フォーラム的にはクリスマスハンズオンの時に来ていただいて、実際に AI とかやられて見られました。ありがとうございました。で、もう一人、越野さんは、越野先生ですね、高専の、はい、先生で、あ、こんにちは。こんにちは。はい、顔出しは多分 NG みたいなので、いや、結構です。出れますけど、はい。はい、はい、はい、ね、そう、講演を依頼してた後にこういう状況になって、なんか、伸び伸びになってっていうのと、あと、ね、いろいろ、いや、録画やっぱり、こういうコンテンツオンライン化すると、やっぱりその場じゃなくて、なんだ、主催者側としては、やっぱりコンテンツの再利用っていうかね、有効利用っていうかね、できるだけやっぱりリーチを伸ばしたいなと思うんで、録画とか、そう、ポッドキャストですね、加藤さんいらっしゃるんで、その話後で、なんかノウハウを教えていただければ嬉しいなと思ったりも、今日はしてたんですけども、っていう感じで、なんか気を逸してしまってますけども、いろいろ AI、ポストコロナ時代の AI に対してとか、深い、考察が聞かれるだろうなと期待しておりますということで、どう進めるんだ、ぶっつけですからね、どう仕切ればいいのかっていうのであれですけども、多分振らなきゃいけないんですねっていうことで、今順番からいきますと、加藤さん、ポストコロナ時代の AI に期待することと題してて、いきなりあれですけども、なんかありますか？ね、あ、いや、まさか喋る側になるとは思いませんでしたけど、いや、でもだってそれはもうみんな織り込み済みだったんじゃないですか。でもね、やっぱこう思うのは、僕の場合はね、 IT バリバリのプログラマーなんで、バリバリの IT なんですけど、そのなんていうかな、じゃあ従業員がリモートワークしてますよと、で今までだったら一箇所に集まってタイムカード切って、で仕事して、あそこに見えてるから何かの仕事してそうだなっていうのをこう確認して目視したり、ね、営業代理さんが外出てったわとかっていうのをなんとなくこう考えて生きてたのが、今多分オンラインになると全部ほぼ記録できるんですよね。しかも本人が能動的に記録する、例えばタイムカードを今から打ちましたとかじゃなくて、例えばおはようございますって最初に言ったとか、なんとかさんの会議、チャットで会議しませんかって話しかけたとか、そういうのあると、なんかね、そういうログから元に、この人は何時から何時に出社して、こういう成果を上げたっていうのを、AI 的なもので分析できる、まあ、AI 的に単なるデータの分析になるのかもしれないですけども、分析した上で、さらに、こうやると成果が出るとか、ああやると成果が出ないっていうのが、なんかもしかしたら AI でできて、例えば余計な日報だとか、余計ななんとかだとか、そういうものを省けるし、なんか本質的な仕事とは何ぞやっていう議論を、うちの会社における仕事のやり方、成果の出し方っていうのを、なんかむしろ議論できるようになっていくんじゃないかなっていうのをすごく感じるし、そういうののツールにデータの解析だとか、AI だとか、その他もろもろっていうのができるといいなと思います。はい、そのぐらいかな。はい、はい、まさにそういう視点っていうか、そういう問題意識って実は僕たち、さっき喋って、多分オーディエンスの方は途中から入られた方もいらっしゃるんで、もう一回言いますけども、全景 AI フォーラムの全景株式会社はですね、今日で、営業日的には10日目に、リモートワーク環境にエンジニア全部、よし、もうこういう状況だからリモートワークしようって言って10日目になるんですね。で10日目になってっていうか、まあ、ここまでの中で、やっぱり問題意識として加藤さん今指摘されたような、リアルの時の働き方とリモートになった時の働き方の違いっていうのがやっぱり顕在化してきて、で、いや、印象的だったのは加藤さんのコメントは、僕はリモート
ワークになることによるなんかポジティブな側面みたいな捉え方をされてるんだなと思ったのがすごく印象的だったんですね。っていうのも僕たちの議論で、あと多分僕も感じてることなんですけども、ビフォーアフターで考えるとやっぱりなんだ、人間主語で僕は考えてるんですけども、だからコンピューター主語ではなくてですね、その時に圧倒的に人から来る情報減ってるんですよね。言ってるのはあの加藤さんの話であったように、営業の人行ってきますっていうのはあの見るし、行ってきますって声が響いてるしっていうんで、あっていうのも分かるし、誰かさんがタイムカードをして仕事始めれば、あ仕事始めてるなって見えるしみたいな情報がリモートになると、それそういうのは座ってても入ってこないんですよね。逆にあの全部オンライン化されることでデータが増えますっていう側面があの加藤さんおっしゃられたことで、それはあるんですが、でも僕たちっていうか僕に限っては記録をオンライン化っていうか形にするっていうのはもう日常ビフォーの時点ですでに あることなので、あのそういう意味で減ったっていう方の感覚はすごく多くて、そうするとメンタル的な喪失感がギャーすごく大きいんですよね。でそこ、うん、例えば、ね、その部下の顔を見て面白そうに仕事してるのか面白くなさそうに仕事してるのか、そういうのも確認するところまでがマネージャーというか上長の仕事だと思うと、じゃあそれをリモートでこうやって顔写真を撮らずに非同期で働いてるとしてそういうものでどうやってこう検出するんだろうとか、そういうところにまでね本当は話が及んでほしいですね。だって元気ですかって聞いたら元気ですよって返ってくるのは当たり前なんだけど、なんかこうそれがこうね、文字の元気ですっていうのと声の元気ですって情報量違いますからね。いや本当そうです。なのでそう、でも今言う僕の方でデータ化っていうか情報をそういうあうんのふわふわっとした空気の中とか自分たちの脳みそだけじゃなくて、きちんと客観化データ化しなきゃいけないよっていうのは、こういう状況になる前から僕たちはむしろ推進しようとしてたし、推進してた方だと思うんですね、会社として。でだからやり取りとかうまく進捗いってるかなみたいなのも、言葉のあうんっていうよりは客観的なデータとしてきちんと積み上げてやっていこうねっていうふうなノリでやってたので、ことそこの部分は多分 そういうのを目指してやってきたし、この状況になっても全然ワークするだろうっていう思ってたんだけど、弱いのはやっぱり人間だなっていうのが僕の感想ですね。で、まあ、慣れてない感はどうしても出ますよね。だからその、うん、でもそれを乗り越えて何ができるのかとかっていうのはやっぱりこう考えていきたいところですね。はいはいはい、はい、面白かったです。ありがとうございます。で順番的には川村さんに次振りたいなと思うんですが、でなんか今の流れから言うと事前にちょこちょこっと喋ってましたが、オンラインだけど会社にいるような風景で常に顔が画面上に出てるみたいな話さっき聞きましたけども、あれ面白いなと思ったんですけども、はい、そうなんですよ。バーチャルオフィスっていうサービスがありまして、一般的にバーチャルオフィスって言ったらこうなんか事務所を構えるんじゃなくて、まあ、リモートオフィスみたいなとか東京のどこかのビルの一室とかを借りて、まあ、もしくはそこで部屋はないけれどもこう誰かが電話を取ってくれるとか郵便のサービスがあるとかっていう、そういったサービスも指すんですけれども、本当に仮想こうどこかのこう画面上の中にオフィスがあって、でそこで、まあ、オフィスのこう私が使ってるサービス、うちの会社が使ってるサービスは部屋がいくつかあるんです。でバーチャルルームですね、バーチャルの部屋が、はいはいはい、そこの最初に出社すると最初にロビーに着きまして、そこからここの部屋っていうところに移動するんですよ。なので自分たちの例えば部署の人間が同じ部屋に集まるとか、ああ
いうことが可能で、同じ部屋とか同じ、まあ、ロビーだったらロビーと同じ空間にいる人はあの画面がつながる形です。もう本当にリアルを再現するようなインターフェースになってるって感じなんですね。そうなんですよ。なのであの全然離れて仕事してるんですけど、しかも、まあ、本来仕事してる間は音をミュートにしていて、あのなんか話し合いたい時だけあのオンにしてみんなでミーティングをして、またそれぞれ仕事する時はミュートにするっていう感じなんですけれども、うん、例えばこう私がくしゃみしたことに他の人が気がついたりとかで、まあ、ずっと映像だけで分かっちゃうんですか。はい、あ、まあ、そんなうるさくない、上の方にちっちゃく出てるだけなので、あのそんな邪魔じゃないですし、あの本来ちょっとしたやり取りはあのチャットでやり取りをしてて、本当に話をしたいときだけ音声でするんですけれども、例えばチャットでこうスタンプで何かしらをいただいたものに対して返したら、そのスタンプを見て笑ってる反応とかが肌で感じることができるんですよ。なんかやっぱりあの映像って大事ですよね。僕、いやだから、あ、そういう意味であのそのソフトウェアっていうのはあの僕がなんかあの寂しくなったみたいなニュアンスはかなり軽減されるんですね、きっと。うーん、うまい、うまいっていうか、いや久しぶりにあのリモートに入って、久しぶりにこういうビデオミーティングした時になんかほっとしましたからね。そう、おみんなあのいや働いてるのはあのね、あのオンラインのチャットシステムみたいなんで、あのテキストとかベンベンあるしメールも入ってくるんで働いてるのは分かってるんだけど、実際に働いてる姿じゃないですけども、そこがリアルにここにいるっていうのを見ると精神的になんかああって思いましたからね、うんうんうん、あれでかいなと思いましたね、うん、はいはい、ありがとうございます。なんかわちゃわちゃっていうかワイワイと言ってますが、星野先生に次振りたいんですけども、はいはい、どんな感じ、ポストポストコロナ時代っていう言葉で言い方がいいのか分かんないですけども、この状況とかそういうのを見てなんか一般的になんかコメントとかなんかありますかね。そうですね、今日の話したいと思うんですけど、午前中はあの卒業生とか今の現在のうちの学生たちとあの Google のハングアウトを使って、ずっとなんか9時半から12時ぐらいまでずっと雑談してたりとかしてて、で学生たちはあの、まあ、皆さんあの顔を出して、でなんか本当に雑談って形で好き勝手喋って、でところどころでスラックで、こういうの面白いよっていうのを、ここにハングアウトでしてない学生とかにもとかいろんな卒業生たちにも、情報共有とかしてて、でなんかあのこのあとこんなことやりたいねみたいなこともたくさん情報とかアイデアとかもたくさん出て、でなんかよかったねみたいな感じでまたやりたいねみたいな感じで午前中終わって、で午後からはまた、学内の方のオンラインの会議があって、で学内は全部 Teams 使ってるんです。でそうするとまだちょっと慣れてない先生もいらっしゃって、まあ、使い方含めてあのこうやったらできますよみたいな話を画面共有しながら話して、でもやっぱりなんか慣れてないなっていう話が多くて、でまあとりあえず慣れながらお話しして、でその後はあの自分の担任やってるクラスの遠隔のホームルームっていうのをやってて、であの40人同時に接続して、みんな全員つながりますかとか出席とか確認したりとか、でやっぱりさっきの話につながるんですけど、学生全員はあの顔出ししてなくて、でこちらだけ、情報を出してみんなミュートしてもらって、まあ、出席してるかとか含めてチャットで全部書いてもらうんです。そうするとすっごいやりづらくて、で学生の反応全く見えないんですよね。で確かにね、顔を見てるとあの繋がらなかったら多分とか、なんかこちらが操作ミスしてたら学生の顔見たらすぐ分かるんですけど、うん、そういうのなかったらやっぱり分かりづらいなっていうのはやっぱりあって、でところどころちょっと画面共有した時に学生がちょっとその操作ミスで画面共有しちゃったらこっちの画面共有消えるんですね。ああ、でそれなのにこちら画面共有してないのに説明しちゃったりとかして、でまあそうした時にちょっとある方が先生画面共有できてないですよとか教えてくれて、
ああごめんねって言いながらやったりとかもするんですけど、こっちは結構慣れてるつもりでもなんか操作ミスとかちょっとしたところで、ああなんかねっていうトラブルはやっぱりところどころあるんですね。で終わった後はたった30分のホームルームだったんですけど、どっと疲れちゃいまして、ああ慣れてないってこういうことなんだみたいな感じで終わって、で他の先生とかにもそういうホームルームの話とか聞いてみると、どの先生も本当疲れたって言うんですね。でそれはやっぱ慣れてないから、でもきっとあのもう 2,3 回したら普通通りホームルームにしても授業にしてもできそうな感じがしてて、でかつ今までの問題でも全部このあの遠隔授業とかこのオンラインで解決できそうなところもたくさんあって、でこういう遠隔授業も一通り終わって、コロナも終わって落ち着いて学校で授業したときは、このオンラインの遠隔授業プラス対面もうまく使って、より一層いい学校いい授業ができるんじゃないかなっていうのを本当に思ってまして、今現在をポジティブに思うかって言われるといろんなことを思いますけど、きっと終わった後はもっといい世の中になってるんじゃないかなと思っています。一旦この辺で、あの、はい、終わります。はい、そうですね。だからやっぱり新しいものっていうのはプラスとマイナス両方ありますよね。で多分、いや、あとあのね、あのみんな疲れるっていうのはあの聞くと僕とかはめちゃくちゃ疲れる方なんで安心するんですが、なんかあの自信がなくなるっていうか、あの個人差がありますからね。新しい環境に対する適応能力っていうのはその能力が高い人と あまり高くない人っていて、で僕とかは多分ゆっくり派なんですね。だからみんな多分スーッと適応するところを僕はこう、うーって言いながらもしばらくやってみたいなことになるんだろうなと思って、ああ大変だなと思いながら、あともうなんか暗い僕性格暗いのかな、なんかコロナが終わったらっていう話をされた時に、僕とかはもう条件反射的に終わるんだろうかっていうのがなんかどうしてもこうパッと出てくるんで、なかなかね、明るい気持ちになれないのが最近良くないなと思うんですけども、っていうことで、今が6時54分で、一応ですね、僕の方で仕込んできたネタを喋って、それを、多分テーマごとにっていうか、どうなるか分かんないですけども、喋ってまた参加者が増えれば参加者の方のコメントを聞きながらみたいな感じでやっていこうかなと思います。多分ね、このままじゃあ次のこのね、テーマで回すとかっていうのは多分苦しいんで、はい、なのでシェアをして、僕はさっきチラ見せした、僕が一人になった時に喋るとしたらみたいな話を、から、あんま変わんないですけどね、しゃべりたいと思います。で、ズーム形式のライブ配信は、初めてですが、ライブ配信は3回目で、でもまあ、7名ぐらいの方、そのうち、2名ぐらいは僕自身だと思いますが、っていうのは、いつもライブ配信ごとに言ってますが、簡単に、時間つぶしじゃないですけども、この全景 AI フォーラムっていうのは何ですかっていうのを、なんかことあるごとに振り返ってますが、短めにですが、もう一回振り返りたいと思います。僕たちがやってきた道のりみたいなのを。で、毎度言いますが、リソースとしては、オンラインのこういう掲示板ですね。全景 AI フォーラムっていうのを、我々、会社の方でホスティングしてますので、皆さんご活用くださいっていうか、我々への要望とかですね、なんかあれば、活用して、この上で、AI のことについてみんなで相談するとか全然ありだと思うので、でですね、例えば、今日のアナウンスはっていうような感じでアナウンスの、グループのスレッドがこういっぱいあったりとかですね、過去のこれまでやってきた、2018年から、活動 AI を広めよう的な活動を始めたんですけども、
それまあ、そこの間のですね、あの発表のリソースとかはですね、ここら辺に全部リンクまとめるようにしてますので、そういうあの時のっていうか、どういうことやってたんだろうとかいう話も見たらありますし、参加者のプロジェクトとかっていうのですね、あのメトロポリタン QA のデータセット僕この間作ったよっていうのを散々宣伝してますがね、情報ありますっていうので、あのぜひご活用いただきたいと。で、そういう過去の、いろいろやってきたものの内容をですね、やっぱりきちんと、ただやってやりっぱなしっていうのはもったいないなっていうか、あのせっかくやったものはですね、あの絞れるだけ絞り取ってやるべきだということでですね、過去のリアルの、もう今や懐かしいなと思ってしまいますが、ね、ここオンラインのフォーラムも3回目、つまり3ヶ月こういう状況になってるっていうことですけどね、あのリアルで、あの会議室とか借りたりですね、今しばらくはあのオープンスペース、共有スペースを、コワーキングスペースみたいな部分を予約して借りて、あのフォーラムとかやってましたが、そういうフォーラムの、ビデオとかを撮ってあの共有してますなので、あのそういうのもあの見てください。でさっきちらっと言いましたが、オンラインで喋った時にですね、一人喋りを最初やって、2回目前回は、ゲストのアランさんに、スライドを発表してもらってみたいなのやったんですけども、なんかラジオっぽいなと思って、でラジオっぽいっていうことは音声だけでも結構情報としてのコンテンツになるんじゃないかなと思って、まあ、これってポッドキャストじゃないかと。で僕とかはもう年寄りなんでポッドキャストを知ってるんですがいやいや、これポッドキャストだと。で今時々ネットニュース見るとここ2年ぐらいポッドキャストはなんか再ブームが起きてるらしいみたいな話は目にしてたんですけども、っていうノリでですね、ポッドキャストコンテンツ化、ビデオ化の次にですね、ポッドキャストコンテンツ化してみました。でシーサーがですね、RSS をコンテンツ、ブログを投稿したり自動的に作ってくれて楽だっていうんでですね、フリーサイトですけども、あのここをホストにして今あのどんどんといってもですね、あのライブストリーミングした2回分をシーズン1、シーズン2として過去に遡りつつですね、あの1月の、普通に最後にやった普通の AI フォーラムの内容を今あのどんどんポッドキャスト化してコンテンツ化してますが、今日のこのネタも後で編集してきっとシーズン4のポッドキャスト、全景 AI ポッドキャストになると思いますけども、なんかやってます。これはもうすべてはやっぱりそもそもスタートしたですね、金沢に、あるいは北陸に、石川に、AI をやりたいっていう人たちをサポートするようなコミュニティが欲しいねっていうのがそもそものモチベーションでしたので、そういうものの一環ですね。でそういうのはいつ始めたっていうのはここの大雑把にまとめますが、調べたらっていうか自分で定期的にいろいろこれまでの歩みみたいなのをやってますが、都度話したら忘れちゃうんで、今回もまたちょっと振り返りながらって、3年ぐらいやったつもりだったんですけども、2018年の7月によしやるぞと、コミュニティを作んなきゃいけないっていうんで、始めたんでしたね、7月でしたね、それはね。でなんかぶち上げてます。でそのスライドがこれですけども、エンジニアに向けだけではなく非専門家も対象にディープラーニングの実践を伝えると、大げさに構えてますが、開催するにあたってとか歌ってます。7月から始めてですね、ここのセミナーはですね、有料コースで、参加者を集って全、
1回目は説明でしたけども、2、3、4、5、6と12月まで月1回のペースで、まあ、我々が、経験したことをみんなに、皆さんに共有して、結構簡単に、でも結構驚くようなレベルのことができるんだねっていうのを共有してもらうみたいなノリでスタートしました。で、翌2019年度、なんかやってやりっぱなしはやっぱもったいないねっていうんで、なんかうまく、そもそもコミュニティにしようっていうふうな形で始めたので、継続したいっていうことで、2019年4月ですね、フォーラムっていう形で、セミナーじゃなくてフォーラムっていう形で、参加者と我々とみんな対等なレベルで、AI っていうのを軸に、やっていきたいなっていうので、ある意味再スタート切りまして、4月から月1回のペースで、5月はスキップして、6、7、8と9、10とやってきての、で、12月はですね、ハンズオンとクリスマスパーティーですね、やりましたね。懐かしいですけども。で、年明けて1月31日のフォーラムっていうのが、さっき喋ったポッドキャストの、シーズン3ですね。で、2月は予定されてたんですが、コロナの状況があり、なるべく人の多いところに行かないようにとか、集まりごととかはやめましょうねっていう雰囲気になってたところで、我々も、さすがに、どうかなと思って、この時からライブストリーミングで、一応、ストリーミングをする側の僕と、ストリーミングをサポートしてくれる金岩さんと、二人で会場に行ってですね、ストリーミングしましたが、二人で。が2月の末。で、3月末に、やっぱり状況が、まあ悪くなる一方でですね、3月末、この連休のあたりですよね、これが、微妙なところですけども、ライブストリーミング継続してやっての、4月22日、本日の、今回は、引き続きライブストリーミングですけども、ズーム会議。の形式で、ちょっと、なんだ、僕の一人喋りはもう辛いし、なんかっていうんで、ちょっと楽しいことをやりたいっていうのと、あと、こうまとめてみて思ったのはですね、なんとっていうかですね、AI フォーラムの第一期っていうか、2019年の4月から開始してるので、いや、今日は2020年度、第2期全景 AI フォーラムの第1回になるんだなと。なかなか記念すべき1回になってるんだなというふうな認識を持ちました。で、まあこの先、いつまた再び、みんなでわーっと1箇所に集まってですね、ワイワイとできるのが戻るのか分かりませんけども、しばらくは今の状況を、で進んでいくんだろうなっていう話もありますので、全景 AI フォーラム第2期はこんな感じのフォーマットで、なんかうまいこと、建設的に有意義に盛り上がっていければいいなと思っております。あ、藤田さんこんにちはです。アランさんこんにちはです。お仕事ご苦労様です。帰宅っていうことはあれですね。まだお出かけされてしなきゃいけないんですね。はい、どんどんコメントください。待ってます。っていうことで、お、遅延3秒4秒ですか。ウルトラローレイテンシーかなにした効果はありそうですね。ここまでは、歴史なので、特に、コメント等々を、聞くフェーズではないです。で、そう、さっき前振りでちっと言いました、ポッドキャストをですね、その道の専門家の加藤さんにちょっとコメントしていただきたいなっていうもので、ちょっと僕の方で今回の全景 AI のポッドキャスト化について、簡単にまとめて、加藤さんに、ちょっとアドバイスをもらいたいなというふうに持っていきます。それこそないですよ。いや、いや、いちゃもんでもここはこうした方がいいよっていうのでもいいですし。新井さん、こんにちはです。まあまあ、あれですね。はい。進めます。
これは、ここにこう載せとけばいいかな。すいません。はい。で、さっきももう喋りましたが、コンテンツをですね、有効利用しようということで、で、何が、大変なんですよ。コンテンツ化するのは。これは僕的には。加藤さんは簡単になるのかもしれないですけど、っていちいち引き合いに出して申し訳ないですが、何が大変って、今僕が喋ってるのを、聞いておられる方は分かる通りですね、とか、あーとか僕は言っちゃうんですね。考えながら喋ってて、で、このあのもですね。で、去年、半年ぐらい前に、アドビの、AI 系の、発表会みたいなのがあって、YouTube でシェアしてる人がいて、わー、すげーすげーっていうものの中に、このあーとかうーを自動的に消してくれるフィルターっていうのを発表してる話がありました。で、これいいじゃんと思って、でも、なんかまだ製品になってないみたいですね。なので、全景 AI ポッドキャスト化するにあたって僕が何をやってるかっていうとですね、ビデオから音声ストリームを抜き取って、オーディオファイルにしといて、オーディオファイルエディターを開いて、頭からこう聞きながら、無音状態のところは当然、その前にまずノイズリダクションとか、ゲインを合わせてとかやるんですけども、その後、喋りの 無言状態とか、椅子のギーとかが鳴ってるところとかを切りながら、あと、うーとか、あーとか、っていうのも、こう喋ってる間にピッピッって入ってるのも抜いてですね、すごいいじましい、努力の結果がこのポッドキャストなんで、皆さん、ありがたく聞いていただければ嬉しいなと思うんですが。作るのにどのぐらいかかります？もう多分よし土曜日やろうと思って1本だから喋りで2時間ぐらい喋ってるやつを一通り半日以上は潰れますよね。し、もう疲れちゃうし、で、まあ当然妥協はするわけですね。妥協しまくりでもういいやっていうふうになるんですが、ですで、これ2月に収録したやつ3月が忙しくて公開できなくて4月ももう終わりそうで大ピンチなんです。ねえ、だからアドビのやつは早く発表してほしいですよね。本当です。金払ってほしい。1時間もないので、1時間、2時間。あれ、いや、だから、そう、わかりました。全景 AI のプロジェクトでやりましょう、あれ。だから、僕がだから、ビフォーアフターあるわけだから、データがそれなりに。2時間なりやりますね。だから、僕の喋りに最適なモデルは多分作れる。AI で切り出す。あと、リップノイズですね。っていう、これが聞こえるっていうのと、はい、これを、やっぱラジオだとすごい不快に聞こえるんですね。それしか情報がないんで。それで、あと、皆さん多分テレワーク始めたら分かると思うんですけど、同時に喋った時に、リカバリーすごいしにくいんですよ。実質聞こえないですからね。そうなんです。それをこううまく配置して会話が成り立つようにするとか。で、そういう編集もやるな。だから対話形式だとそれが必要になってくるんですね。そうです。僕はそれぞれ録音してるんですよ。例えばこれだったら一木さんのオーディオストリームと僕のオーディオストリーム2つ。で、これ。プロっぽいですね。本当時間かかるんで、なんかうまい方法あると思うんですよね。僕は今のところ一人喋りっていうか、あとね、藤田さんもスイッチして喋ってるぐらいですから、基本間をつまむぐらいで済んでますけどね。これ大変ですよね。はい。あと最近の AI サービスだと文字起こしやってくれるってあるじゃないですか。あ、はい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 。でも、やっぱりこう我々のような、我々の言うのっていうとおこがましいかもしれないですけど、いわゆるドメインというか、その専門的な用語、がうまく文字に起こせないっていうのをどう解決するかとか、はい、うん、あと2人で喋ってたらちゃんとなんかね、いろいろ頑張って2人で喋ってるなっていうのがディテクトできるらしいんですよ。だから A さんが喋ってる、 B さんが喋ってるっていうのを別々にテキストを起こしたりできるんで、うん、なんかね、そういうのを使ったら逆その
テキストに起こしたやつを、その結果をさらにフィードバックして、ここは会話がおかしいからこうしようとか、ノイズが入ってるからこうしようってできるんじゃないかなっていうのをすごく考えたりします。うん、そうですね。多分いきなり全部込みっていうのは難しいんで、ターゲットを絞ってやっていくとは思うんですけども、そう、話者を特定するっていうのは結構やってるっていうか、それができたよ、すごいよっていうところもありますよね。なんで分かりましたっていうか、これは趣味じゃないな、実益実利があるプロジェクトとして、全景 AI フォーラムプロジェクトとして立ち上げましょう。ね、アドビさんに勝てるかどうかっていうのは、いやいやいや、いや当然勝てるでしょう。だってデモって大したことなかったって、こうあれだな、ライブストリームで言っちゃいけないけど、でもで、あれだってデモでやったのって一人しゃべり で、ね、背景になんかノイズが一個乗っかってるみたいなもんで、あれって AI じゃなくて普通に DSP っていうか、オーディオシグナルプロセッシングで普通にやってることじゃないのかなと思うんでね、レベルは多分ちょっとやればできますよね。なんかプロの録音してる人とかの知見を生かせばできそうなもんですけどね、うん、なんか逆にノイズとか乗らないようにマイクの場所とかマイクの質とかで勝負してるっていうのはすごく聞くんですけどね、それがソフトでできればね、こういうところでも応用できるんで。いやでも多分ディープラーニングのノリでやろうとすると、いやいや、もうそういう手間かけないで、とにかくサンプルをよこせ、サンプルだから結局ラベル、画像認識だったらラベル付けっていうのは大島さんじゃないですけども一番大変なんだけど、今少なくとも4時間分ぐらいは僕が頑張ったデータセットがあるので、それを生に食わしてなんかやらせるっていうのは多分ディープラーニングエンジニアの制度だと思いますね。それやってみよう、それをやりましょう。はい、20年ぐらい前かなに、そのリップシンクというか、なんだ、字幕シンクか、字幕を書いといて、今ここ喋ってますよっていうのをこうカラオケみたいに色つけていくっていうのをやつをやってて、でそれをはどうやってたかっていうと、頑張って音声の正規化して特徴とか取って、そういうふうにやってたんですけど、そのマイクの品質によって全然こう取れるパターンが一致しなくて、このマイク使ってあの話す人とこのマイクの組み合わせ、あの話す人と別のマイクの組み合わせとかってやると、もう全然こう集まるデータが変わっちゃって、なかなか精度が出ないっていうのを20年前の話ですけど聞いてます。だからなんかやるんだったら、そのいろいろとこう正規化されたマイクとかなんとかっていうのをやれば、どんどんなんていうんですか、求める結果が得られやすいのかなって感じがしますね。でもその場合にそのできたモデルの汎化性能っていうか汎用性が下がると逆に意味がないんで、そこら辺のバランスですよね。そうですね。だからはい、なんかでもまず初手としては僕の喋りに最適化したモデルで僕はハッピーなので、なんかやりたいなって今思いました。決心しました。で、ね、宣伝じゃないですけども、このシーサーの普通ポッドキャストを聞いてる人はどういうふうにしてるのか、僕はポッドキャストを聞く人間ではないので、そういう人間が作ってるんで、あれなんですけども、なんかこうね、アップルのポッドキャストアプリで聞く人はここに行ってもらえばいいしって、なんか登録するのもですね、アンカーさんがあって、そこがいろいろシンジケートをいろんなところに配布っていうか共有してくれるっていうんで見てて、それをですね手作業で、なんかね、僕はせこい人間なんで、アンカーはアンカーの利益のためにやってるんだって思われるとなんか悔しくなって、今シーサーで手作業でこれだけね、お好きなサービスで Spotify を使いたい方はここで聞けますので、ぜひ視聴してサブスクライブしてくれると数が上がると嬉しいですよね、やっぱり作ってる人たちはね。ぜひ聞いてみて、ながらで車運転しながら
聞けますからね。これ結構そこが重要かなと思ったりしますね。音声コンテンツっていうのはね、あのこれだけ今、シーズン1とシーズン2で今10本で、シーズン3が今2個切り出したぐらいで、1回をだいたい僕シーサーのファイル制限で25分ぐらいで切らないといけないので、それぐらい の, あの手頃な感じで出してますっていう感じですね。ここまでが一つの話だな。で、もうリアルタイムでインタラクティブに、加藤さんからいろいろコメントをいただきましたので、どうしようかな。はい、皆さんの画面に勝手に戻ってきました。っていうことで、もう無理やり振っちゃいますけども川村さんに振っちゃいますけども、ポッドキャストって聞かれますか？いや、聞かないです。聞かないですよね。今聞きながらポッドキャストってなんだろうと思って調べてたぐらいなので隣ではい、まあラジオですね。あのコンピューターで聞く、はい、あの音声コンテンツで、まあ音楽とかもやってる人いるんでしょうけども、だいたい喋りがポッドキャストのメインですよね。だから本当にラジオのネット版のラジオみたいな、まあ歴史的に言うとね、あのまあ川村さんに多分通じるんですけども、 iPod っていうのが出てきてっていう話ですからね。でも今時の人は iPod 知らないかもしれない。で、なんかでもまた再びアクティブになっていて、それはGoogle ホームとか Alexa とかあの辺の人たちが出てきてっていうのは、ハンズフリーでとにかくネットにつないでるスピーカーですね、スマートスピーカーから流すコンテンツとして、やっぱり音声コンテンツっていうのは結構使えるじゃんっていう風な、マーケター、アドバータイズメントを探してる人たちに目つけられて盛り上がってるみたいな感じでしょうけども、まあ、作り手の側としてはコンテンツ志向なので、そんなの関係なく作るんですけども、ね、なので、ぜひ、AI ネタのポッドキャストなので、川村さんにもぜひ聞いて、コメントをいただければ、改善するし、ね、ながら聞き、家事をしながらでもできるんですね。だから僕とかは、ですね、ポッドキャスト聞かない人なんで、ね、ユーザーの気持ちがわからない作り手っていうのはあんまり良くないんですけどね。移動中に聞いてたんですよ、移動中に。そう、ポッドキャストは僕ね、聞かないんですけど、あれだ、オーディオブックを、英語のリスニングとかですね、やっぱり聞き続けないとすぐ落ちちゃうんで、なんかしなきゃいけないっていうんで、オーディオブックを一時期ちょっとかじったら、オーディオブックっていいんですねっていうか、ポッドキャストを聞かないって言ってる人間がこんなに手のひらを返したのに言うのはおかしいんですが、何がオーディオブック良かったかなって、英語なんですけども、本を読むっていうのは、特に英語だと、読もうと思って買っても、やっぱ挫折しちゃうんですよね。集中力とか、要求するなんかレベルがすごく高くて。でも、オーディオブックだと、自動的にどんどん先に行ってくれるんですよ。こっちが理解しようがしまいが。なので、読み切れる。それはすごいメリットだなって感じて、一時期、オーディオブックいいんだと思った時がありましたが、ポッドキャストも結局そうなんですよ。ながらができるっていうのは、YouTube ながらなかなかできないですからね。やっぱ見ちゃいますからね。なので。あと、終わりの時間が予想つきますからね。あとそう、プレイヤーで2倍速とか、2倍は行き過ぎだけども、1.5 倍とかできるのはいいですよね。ビデオはやっぱり、ビデオ何があって時間拘束されますからね、テレビと一緒でね。なので、そうなんですよね。はい。最近のこのご時世のおかげで、移動することが減ってしまって、すっごい聞かなくなっちゃって、すげえ辛いんですよ。そっか。いや、僕、そう、この
状況とポッドキャストを絡めて話したいなと思ってたんですけども、まさにそっか、加藤さんの視点って僕といつも逆だな。いやいやいや、いい意味でね、僕が持ってない視点を持ってらっしゃるっていう意味ですごい新鮮なんですけども、僕はさっきから、ね、僕のテーマは寂しいみたいなことになってますけども、リーチするパスがやっぱり増えて、うちでなんか暇を持て余してる人にポッドキャストいいんじゃないみたいなセンスが僕は どっかにあったんですけども、そっか、聞くときにながらっていうのはフォーカスしないで聞けるよっていうのがあれだからっていう側面がありますね。なるほど。移動、家事、洗濯、いろいろこうね、聞くシチュエーションはあれどっては思いますけどね。いや、本当、例えば30分のやつを 1.5 倍で聞いたらまあ20分ぐらいかとかっつって、もう時間を分かりながら聞くし、かつ勝手に進んでくれるからすごいいいですよ。うんうん、うん、マジおすすめです。そうですね。でも仕事はね、僕は仕事タイピングとかプログラミングしてるときは BGM なんですよね。でインスト系での方が楽なんですけども、そこはポッドキャストちょっとで無理ですね、やっぱりね。僕もポッドキャストとか人が喋ってるとも無理ですね、やっぱ、うん、だから向き不向きあるけど、家事みたいなできるものとできないものがやっぱりありますけども、ながらができるっていうのは一つ大きなポイントですね。さ5人になってるんですか。はい、あ、すいません、ね、ウェイティングずっとしてもらってました、新井さんです。はい、その前に順番的にっていうかですね、越野先生はなんかポッドキャストに対するなんかコメントとかなんかありますかね、経験とか。なるほど。ポッドキャストは全然聞いてないんですけど、ちょっと話戻って、はい、喋り方の話さっきしてましたけれども、とかとか、あれって実は重要だと私思ってて、で、あれってリズム取ってるんです。で、あれがなくて、すぐに喋ると、聞く方も、やっぱりちょっと落ち着いて聞けないというか、そのタイミングで、これから喋るんだなっていうのがワンクッションあってて、で実はこの話す側の人のそのとかっていうのは結構情報として大事なものだと私は思ってます。で私も今って言いますけど、これはあくまで、この後話する時の間みたいななんですよね。でこの間ちょっと他の先生の講演を悪く言うわけじゃないんですけど、すごい平坦で とかもなくて、でとってもゆっくり丁寧にお話しされている講演あったんですけど、全然伝わらなくて、どこが重要かもわからなくて、で内容もなんか頭全然入らなくて、で逆にその次のあった講演はそのリズムがやっぱりあって、で共感ももちろんあって、でなんかすんなり頭の中に入ってくるっていうか、聞きやすいんですよね。で NHK とかでも結構しっかりそういう言葉が入らないように平坦に喋ってますけど、意外とその漫才師の方でもそうですし、コメディアンの方でもそうなんですけど、いろんな言葉が入ってるのが実は結構重要なんじゃないかなって私は思ってます。なのでポッドキャストで編集の時にそういうの消してしまうと、どっちが本当に聞きやすいかとか理解しやすいかっていうのは実はちょっと調べてみたいなとかは、研究対象としてですね、研究対象として思ってます、ね、そうですね、それは面白いっていうかやってもらいたいなと思いますね。って言ってますか、うん、いやでも本当話者識別とかにも使えるんじゃないですか、タイミングってね。一方やっぱりでもやっぱり僕は誰に指示されたわけでもなく、切っちゃう、ポッドキャストとかするときに切っちゃうんですね。で、それは、やっぱり、映像がない状況で聞くときに、まず空白が無駄っていうのを感じるっていうのと、A とか A が、僕の場合は大量にあるっていうのもあるんですが、やっぱりなんか、映像がないと、理解のペースっていうのが、やっぱり、対話だと、こう、
キャッチボールが成立するんだけど、映像がない状況で音だけになって、しかも聞く側だけみたいなシチュエーションにキャッチボールがないと、この間が、うーんっていう風な要素はあるかなとは思いますね。だから、シチュエーションだと思いますね。今、和写し区別とかって話、僕したんですけど、そういうのってそれ使ってるんですかね。どうなんですかね、何も詳しいことはあれなんだ。和写し区別って、周波数とか声の高さってある程度、もうできるんです。で、やっぱり一般的にその話してる声の高さとか、取ると大体分かるので簡単な手法でやってたような気がしますけどね。そういうクラウドサービスに音声ストリーム投げるときに思うんですよ。ちゃんとあーとかえーとかを抜きノイズリダクションし、会話と会話の間を 0. 何秒に正規化して、そのデータを送りつけた結果と正規化する前のデータだったら、実は正規化する前のデータの方が精度出たりするんじゃないかなっていうのをいつも考えながらやってます。やってますね、きっと。それは多分なんだ、モデルにもよるでしょうけども、うん、費用対効果考えるとやんないで投げるべきですよね。生のものをね。ただね、2時間のやつが1時間45分ぐらいになるんで、コスト的にもって話ですか。課金形態なんで、なんかいろいろ考えちゃいますね、やっぱね。あと、加工した後のテキストが欲しいじゃないですか、どうしても。まあまあ、そうですね。載せるときは。だからやっぱりいろいろ考えちゃいますよね。でも、ノイズリダクションって、多分危険ですね。あれって、シグナルプロセッシング的に言うと、かなり特殊なことをやってると思うんで、変な共鳴音とか、まあ、時々乗っちゃったりしてるんで、人工的なものが、多分逆にプログラムですね、そのが扱いにくいみたいなことが起こりうるんかなって勝手に、まあ思ってますけども、うん、だから僕今頭の中にあるのは、自分のさっきのしゃべりのやつをどういうふうなモデルでどういうふうに学習させるかなと思うと、やっぱり生を切ったみたいなふうにするんやろうなと思って処理してないものですね。まあまあ、それはやってみてですね、やる前からああだこうだ言ってるのは良くない姿勢なんで。今コールセンターの、ね、クラウドサービス化ってすごい流行ってるんですけど、こう喋った内容、お客さんが喋ってオペレーターがどう対応した、チャットだったら文章ですけど、そうじゃなくて電話かな、それで喋ったものをそのままテキスト化してデータベースに突っ込むとかっていろいろやってるんですけれども、なんかね、その辺とすごい絡んできて、今いわゆる音声でだけで会話のキャッチボールおよび、スタッフ A とお客さんアルファが喋ってるのを上司 B がこう後で検証するって、まさか全部聞くわけにいかないんで、うん、なんかこう分析してその他もろもろして聞いてその結果をこう業務改善に生かすとか出てくると思うんですけれども、なんかね、そういうのでポッドキャスト用の音声と後で要は顧客とスタッフが喋った内容を後でヒアリングするために、例えば怒ってるかどうかっていうのは早口かどうかで分かるとか、怒ってないかどうかは会話と会話の間の隙間があったら分かるとか、なんかそういうのも含めて感情とかその他もろもろ考えると、生のデータの方が面白いのかなっていう感じはしますし、ポッドキャスト用とコールセンター用と同じモデルでいいかっていうとはまた別だなと思いますけれども、なんか基本的なところは使えるんじゃないかなって感じがすごいします。うん、なんかいろいろ音ネタっていうのも重要な AI のネタですよね。僕とか全然まだやったことないんで、ね、NLP と含めてオーディオっていうのは面白いところですね。で、5番目の参加者として、新井さん参加されましたけども、聞こえますか？呼びかけてみましたが。準備できてないかな。マイクが音あれか、マイクはあれが入ってないから喋れないモードで参加ですかね。かもしれないんで、
はい。じゃあ、ポッドキャスト関係の話はこれで、一旦、次に進みようかなと。あ、その前にですね、YouTube のコメントが、アランさんが入ってますね。はい。アランさんの喋りも僕は一生懸命、僕のやったのと同じようにですね、編集させていただきました、勝手ながら。で、そうなんですよ。ね、アナウンサーの喋りは、少しはあるのかもしれないですけども、僕とか素人喋りのレベルである、あーとかうーとかっていうのはないです。まあもちろん、あーとかうーっていう、僕が自分で喋ってる時に、いつ発話してるかっていうのを、まあ当然僕自分が喋った内容を編集してたから何が頭の中で渦巻いてたか思い出せるわけですが、その場で何を喋ろうかなっていう頭脳みそが動いてる時にその言葉が出てるんですよね。だからあーとかうーとかを発さないでガーッと喋ってる時って脳みそ動いてないんですよね。なのでアナウンサーさんは多分原稿を読んでるからそれができるんだろうなっていう側面はあるから、すべてとは言いませんけども。で、あのね、テッドトークとかで素晴らしいプレゼンしてる人たちは、あーとかうーとかっていう時間もったいなくて、ほとんどそんな初声出してないですからね。で、あれが素晴らしいっていうんであれば、やっぱり編集できるのかな。背景はそうです。これは、会議室の写真を僕が撮ったものを入れてますっていうのは、ちょっとね、加藤さんほどじゃないですけども、本棚で本がいっぱいで、なんか、ね、負けてますけどもね、加藤さんにはね。見せられるような本じゃないんで、勘弁してください。はい、そんな感じです。で、じゃあ、僕の次のネタは何だったっけな。はい、シェア。でポッドキャストの話はそういうことです。ね、で、そうですね、今のこの状況でありながらじゃなくて、この状況で、かつ AI を志すとか、なんかやってみたいなって思ってる人たちに視点でコロナ状況を見たときに、みたいなので、まあ僕とかはそういうポジション、あ、僕は、そういう意味では、こういう数字を見るとですね、僕の出身は、これをクリックしようかな。僕はもともと、全経株式会社に拾ってもらう前はですね、物理の、研究者をやっておりまして、でその物理にもいろんなものがありましてですね、超弦理論とか、あの辺のですね、高等な数学のものっていうよりは、なんか難しそうな現象があります、この現象はどうしてこうなるんでしょうかっていう現象論をですね、複雑な現象を見て、現象論モデルを、数学モデルをなんか構築して、ほら、これはこういうふうなことなんだよっていうふうな、物事の理解をするような、一派っていうのがありまして、非線形物理とかですね、言われるところの、人たちですね。しばらく前に複雑系とかちょっと流行りましたね。あの辺のあたりの人たちもかすってるようなところに、僕のバックグラウンドはあって、その中でちょっと違うことをやってたんですけども、そうするとこういう数字を見るとですね、何を考えるかっていうと、素人感、まあ物理屋さんじゃ何でも、物理帝国主義っていう悪い言葉がありましてですね、物理屋さんはなんかみんなが分からんっていう問題があると、とことことこってそこに出かけていってですね、これはこういうふうに簡単にモデルできるんだっつって一通りできることをガーッと説明してですね、また次のところに行っちゃって、そこに住んでた人たちですね、エンジニアって言いますが、その道でこう極めようと思って一生懸命こう
地道にですね、いろんなこうモデルとかを構築してる人たちのなんか上積みみたいなのをパッとしてパッていなくなってしまうみたいなあのを揶揄した言葉なんですけども、なんで基本素人的に何でも首突っ込みたがるんですけども、今回のこのシチュエーションもあのやっぱり本能的にやっぱりどうしてそうなんだろうと思うし、自分が分かる範囲でどう広がるんだろうとかですね、例えばあのいうふうに考えていろいろあれこれ考えるんですね。でそれ自体は僕は全然悪いことではないと思うし、ただそれはそういうあの素人考えですよっていうのは明確にしとかないと、あのいろいろ専門家の人たちが頑張ってることをあの足を引っ張るようなことになってはいかんなっていうふうには思うんですが、一方で、こういうっていうかですね、データが今21世紀の2020年で状況がこういうふうになってますって言って、各国がですね、のいろんな機関があの感染者数とか、亡くなった方の数とかを日々あの報告してくれていて、そういうデータを有志が、研究者の人たちだったり有志がまとめてくれて日々レポートしてくれてるっていうのが刻一刻出ている状況で、数字がデータがあるわけですね。するとあのそういう物理的なセンスじゃなくてデータサイエンス的なセンスでも、そういう日々のデータが動いてるときにそれがどういうふうに振る舞ってるんだろうとか、 AI 的に見てじゃあこの振る舞いを予測、数字ある数字がありますと、インプットですと、ここから未来っていう数字をなんか予想しましょうみたいな発想でものをこの数字を見るっていう人たちもいますね。なんでカグルとかでデータを提供してですね、これをみんな解釈して未来を予想 しませんか、しましょうみたいな話が、あるっていうのは、流れてます。で何を言いたいなっていう意味で、生データをですね、直接どういうのを見るんだろうっていうのが初手だろうと思って、実はですね僕もまあ気になってるので、この辺ですね、ごめんなさいね、何喋りながらやってると意味もなくスクロールして皆さんうるさいだけなんですけども、コラボのノートブックですね、僕が当初気になり始めたのが3月29日曜日と書いてありますが、書き始めました。でまあGitHub にですね、ジョンズ・ホプキンスのエンジニアリングの人たちがスタートした、おそらく世界のみんなが見ているであろう数字のデータですね、が、のデータの部分がこのサイトに、日々更新されています。でこれノート、コラボのノートで、GitHub からクローンしてきて、 これコラボなのでいちいちレポジトリ全部取ってくるようになってますが、自分の Jupyter のノートブックがあればGitHub ですからね、更新分だけを、差分だけを取ってくるようなことも当然できます、このように。なんですが、っていうふうに取ってきた数字を日々眺めてみようみたいなノートブックなんですね。で、世界的な数字はジョンズ・ホプキンスのデータを眺めつつ、東京都の有名なサイトから見て、東京都の挙動を見て、ああやばいなとか思ったり、で最近はですね、石川県もやばいやばい感じなので、石川県の情報もやっぱりね、GitHub に日々きちんとキュレーションしてくれてる方がいらっしゃるので、これ東京都のレポジトリで、これ石川のレポジトリですけども、東京都のプロジェクトをクローンしてはコピーして、コピペをすんなってなんかタイムラインで騒ぎになってましたが、オープンソースで、ね、どんどんコピーしてくださいっていう話ですからね。で、東京都のやつをベースにした石川のものもあって、っていうようなデータで、僕はウェブインターフェースはあんまりどうでもいいんで、ここのレポジトリに入ってる数字のデータを引っ張ってきて、プロットしてっていうんで、まあ、主にこの人たちは、日本のこのデータは感染者数しか出てないので、僕はジョンズ・ホプキンスの、日本っていうくくりで感染者数と、
何人亡くなったかみたいなのをいろいろ日々見たりして、落ち込んでるわけですが、ね、オンラインフォーラムに、OK、オンラインフォーラムに、この辺の情報はですね、COVID のスレッドを切って、こういう可視化されてるサイトがありますねっていうんで、こういうのを、あと Google じゃない、Kaggle のコンペティションが、1、Week 1、Week 2、Week 3って、Week ロングでデータから予測しましょうみたいなのが継続的に行われていて、今見たら、Week 4が今アクティブなもので、もう Week 3終わってまして、Week 4を今、カグラーはいろいろやってるみたいですけども、でですね、このツイート、僕、このツイートでですね、3月29日はこれ出始めのやつで数字を追ってこうとか言っていろいろやってて、ね、でも AI とかは、なんか モデルよりも、このデータが、よくわかんないデータでいくらモデル作っても、なんか多分、あんまり意味ないかなと思って、モデルを作るみたいなところまで行ってないんですね。で、数字だけ見てても、なんか混乱が増すばっかりですね。例えばこれが今日僕思ってて、これ本当はどうなんだろうってちょっと不安になってることで、結論がなくて単によくわかんないなっていうのを言ってるだけで共有して意味があるのかわかんないですけど、ですね、これは日々の新しい患者感染数、ニューヨークの数字です。で、日付がですね、3月10日から始まって、一番右が4月の21日でですね、ニュース等々で、ニューヨークもようやく新しい患者数がピークを迎えて減り始めたかなっていうような楽観的な話があります。で、確かにこの数字見ると上下ありますけども、傾向としてはピークを打ったかなっていう気は確かにするなと思ったんですね。で、これでちょっとほっとした気分なんだけども、で、これ別なグラフですけども、これはですね、日々の亡くなった人の数のカウント。で、さっきのグラフも、今のグラフも、縦軸はですね、ログ、指数プロットなんですけども、これ見ると同じように一番右は21日なんですが、死者数もなんかここ飛び抜けてますが、なんかこれピークを打ったんだよって言われると、死者ピークを打ってるように見えると。これで僕すごく今不安になってっていうか混乱してますね。感染者数が即亡くなる人の数に反映するわけはないので、これはなんか僕は変なものを見てるんではないか、見させられてるんではないかっていうか見てるんではないか、すごく不安になって今、多分時間のですね、相関関数をきちんと計算してとかやった方がいいのかなと。素人なんで、素人考えはあんまりあれなんですけども、とかいうような話を取り留めもなく喋ってるのはあんまり良くないですね。AI に絡めてね。っていうのが世の中なんですが、無理やりだな。これをですね、AI の力で何ができるのかっていう部分は、いや、だから僕はやっぱりこういうのが、わーっとなって3月末ぐらいにこういうノートブックを始めたんですけども、それはなんか、やっぱり自分の知識の上でなんか貢献じゃないですけども、自分のほっとする部分に助けられるとか、理解できるとかっていう部分がないかなと思って見てるわけですが、なんかよくわからない。で、AI を使ってなんかできるのかなっていう話も、いまいち僕の手には届かないと。カグラの人たちは何かやろうとしてるけども、僕の手には届かないと。なので、今の状況で何かできるのかっていう部分の、つまりポストコロナじゃないですけども、
コロナの中においてコンピューターとか今の僕たちがとか合理的に科学的に物事を見ようと思った時に何ができるんだろうな。まあまあ、あの我々がオンライン化、イベントをオンライン化したっていうのは一つのアクティブな、行動、アクティブな行動ですけども、っていう前振りでですね、また同じように加藤さんに振ろうかなと思ってるわけですが、ね、僕もなんかちゃんと言えないような話を振るのは恐縮なんですが、なんか悩んでるんですね。悩んでるっていうか、なんか行き詰まってるっていうか、どう考えますか。もうね、まず数字を見てこれなら大丈夫そうだなっていうのは、まあ、せいぜい天気予報ぐらいしか気にしないだったのが、それがね、今この一覧が作っていただいたような、まあ昨日何人感染者が出ましたとか、昨日何人亡くなられましたとか、そういう情報をもとにあれこれ判断しなきゃいけなくなるとなると、そういうのがこう人間ではなかなか判断できないから、 AI に、まあ、ああしたらこうしたらっていうのを判断させるっていうのをプログラマーは割と作るのが正しいんだろうなと思いつつ、結局今そのいわゆる他のイベント、シビックテックの界隈とかでやってるのは、今言ったような情報とかニュースをこ うまく見やすいように欲しがって人にリーチするっていうところまでは頑張ってやってるんだけど、じゃあそれをもとにどういう、結局じゃあこの数字とかこのニュースはどういうことを表してるんだろうっていうのはね、情報を受け手側が考えなきゃいけないっていうのはまだ脱出できてないし、そこの知見をね、石さんとは自分のことを素人だからとはおっしゃいましたけど、ね、素人ながら自分でその数字を見て判断しなきゃいけないっていう時に、いやこういう考え方があってこうなんだよっていうところまでを、なんかそういった分かりやすく伝えるとか、なんていうかな、本当ね、90% だから降ることもあるし降らないこともありますよみたいなレベルで伝えていい、まあ、人の生き死にがかかって、まあ、天気も人の生き死にがかかっててかかってるんですけど、そういうのをすごく考えちゃいますね。単に数字を眺めてるだけで、この数字は何を意味してるんだろう、俺が安心できるのか安心できないのかってどうしたら分かるんだろうっていうのはね。いや多分ジレンマっていうか、まあこの状況に限らず、例えばAI みたいなのが出てきた時にね、やっぱ頼りたくなると、頼りたくなってた時に、要するに自分が考えるとか自分の判断を外注しちゃうっていうことに対する不安感っていうのは、やっぱ僕は古いタイプの人間なのかなと思うんですけど、そこがやっぱり怖いし、そこは話したくないと思っちゃうと、多分もし仮に AI ベースの人類みたいな未来みたいななった時に、うんうん、僕はもしかしたらそっちにジャンプしないで古い方に残りたいぐらいの人なのかもしれないなと思うと、ね、なんか手放しに機械に判断してもらって安心みたいなのをよしとしないところがあるので、例えば今医療用の画像があって、その画像を見てお医者さんが見て、あなたはがんですねっていうのを判断してるんだけど、それを今 AI が頑張っても学習して、これはがん、これはがんじゃない、これはがん、これはがんじゃないってガーって回して、お医者さんが考えてる、人間がやってたことを AI にこう異常するというかお願いできるようになって、いや AI やるやんけってやって、今ねこういうフォーラムが立ち上がってアドコーダってやってるんで、今回のやつも知見がどんどん詰まっていって、未知のウイルスがここで現れた場合にこういう人間の行動のこう流れがあっ ってこういうモデルがあってって言ったら、なんか分かるのかもしれないですけど、じゃあ AI が言ってるから安心でしょって言われると、さあどうなんでしょうっていうのはやっぱ考えちゃいますよね。そうで、いや、やっぱり不安なのは、そうやって AI を使って
人をマニピュレートすることによって利益を得るような人間が発生するとやばいとか、なんかそういうのね、やっぱ不安ですよね。いや、本当に今回のやつはね、いや、これがね、なんかの売り上げとかだったら、特にね、気軽な気持ち見れるんですけど、本当、下手すると自分の隣人が死ぬ、自分が被害者になる、加害者になる。そうそう、いや、被害者にしても加害者はどうしても立っちゃうくらいですからね。一番やっぱりなんか、踏みとどまるっていうか、オンラインにしようって思ったのは、症状がない人もたくさんいて、そういう人がうつす可能性があるっていう意味で、僕が誰かを害する立場になるっていう可能性がドーンって出た時に、やっぱり考えがちょっと恐怖じゃないですけども、まあ、人事じゃなくなる感はいきなりですね。なんかね、でもなんか考えても答えがないシチュエーションにっていうのはかなり、ね、真面目に考えると辛いシチュエーションですよね。ってなんか暗い方向になった後にまた順番的に川村さんに結局なんか参加者4人以上増えないんで、なんか辛い回し、なんか変な飲み会みたいな感じですね。なんか特に今の話にこだわらなくてもいいですか、なんかコメント、広い意味でのコメントとかありますかね。いや、一番難しい、それは振りですよね。あ、じゃあ、簡単な振りはどういう振りなんですかね。コンピューターを信じますかっていう話にじゃあしましょうか。川村さんはコンピューターにこうですよって言われたら受け入れるタイプですか。結局その AI の診断にしても、これ人に関してもそうなんでしょうけども、 100% って多分答えて出ないと思うんですよ。9割型とか8割型の何パーセント、まあ、例えばがんですよとかいう、まあ、がんだったらはっきりもしかしたら見えるのかもしれないですけれども、 100% がない以上信じる、まあ、そうなんだろうな、8割型そうなんだろうなってこともあっても、やっぱり 100% ではないんだなっていう認識ではあるので、うん、私もAI の世界か人の世界かって言われると人の世界の方、自分の直感が正しいかどうかは別として、自分が判断してこうするんだって決めたものであれば間違っていても納得はできると思うんですけれども、人が決めたことに対して、まあ、もしくはそのコンピューターが出した答えに対して納得できないけどそれが正しいから行こうっていうふうにはまずならないなと思います。あ、だからそれはコンピューターか人かっていうよりは自分かそれ以外かっていうような切り分けって感じですね。はい、まあまあ、うん、僕も多分それに近いんでしょうね、きっとね。人にとやかく言われたくないみたいなところが。仕事柄人に影響を与える私の言葉で判断をしてもらうことが多い仕事をしているので、特にそこは自分がそうならないように意識しているところではあるので、私はこう思うということは言いますけれども、最終的に自分の判断でしてくださいねっていうところをものすごく気をつけているところなので、多分同じ、まあ、あれですよね、現代の AI 応用っていうのは基本的にその立場で全部やられていますよね、現状はね。がん、はい、を判断するとか画像的な話もあくまでお医者さんをサポートするとかヘルプするためのツールとしてっていう今まだ位置づけで、ただ未来的に考えると精度が人間を超えちゃうと、五郎島のね、分類が人間を超えるみたいな話じゃないですけども、超えた時にさてどうするんだっていう部分はこの問いかけに対する本当の考えなきゃいけないポイントですよね。僕たちは人間だから、アドバイスとして精度が高いコンピューターをお医者さん、別なお医者さんとして考えるっていうのが多分僕とかは許容できる範囲かもしれないし、川村さんの考え方もそういう感じなのかもしれないって感じですね。
はい、っていうなんか取り留めのない流れで、順番的にまた越野先生にまとめていただきたいなっていう感じになりますけども、なんかコメントどういう形でもいいんですけどもありますでしょうか。はい、私も市木さんと同じように感染者のとか死亡者のデータ取って、Google コラボ使ってこの後の予測とかもやってたんです。で、だから自分の場合はちょっとアカデミック寄りなので論文たくさん読んでいろんな先生方の手法を読みながらやっぱり理解してたんですけど、やっぱ自分の中での一番の理解はやっぱり北海道大学の西浦先生あたりがやっぱりよくテレビにも出てますけど、このあと人間の行動としては8割行動を抑えましょうっていう話が出てくるんです。でこれはSIR モデルっていうのがあって、それでもし8割ほど行動しなかったらこんなにも落とせるんですよってシミュレーションとか、7割の場合5割の場合みたいな感じで数値データのシミュレーション出してるんですね。であれ結構正しいと思ってて、でまさしく予測するっていうよりも自分はこの後の時系列データの予測っていうのはちょっと難しくて、あくまでシミュレーションでみんながこういう行動を取ったらこの後こうなりますよっていう提示ができるんですね。でだから今こんな感じになってますと。で今とりあえずこの状況を見てるとだいたい5割か6割ぐらい行動削減できてるよねっていうような感じにデータが出てきてたりとかしてて、でももうちょっと早く感染を抑えたかったらみんなもう少し自粛してくれたらいいんだけどっていうのが出せるんです。あくまでシミュレーションデータに合わせて、みんなで行動を変えていきましょうというためのデータになってて、でこちらは例えば時系列データの予測モデルで機械学習とか AI 使ってやってもあくまで今までのデータに対して の予測でしかなくて、なんか自分としてはすごい違和感があって、この後の政府の発表とかみんなの行動とかそちらの方にほとんどで決まるんです。なので AI が予測してもあまり変わらなくておっしゃるやっと反応があって嬉しいです。シミュレーションとかのデータの方が重要です。でこの後5月7日以降どうなるのかっていうのも結構気になってて、で普通にシミュレーションすると下がるんですよ、やっぱり絶対に。だけどこの後7日以降にもし政府が行動してもいいですよってもし発表すると一気に多分感染するんです。2週間ごとぐらいに増えていくんですけど、結局なんか時系列予測が自分の中でのなんか違和感があって、結局政府の発表とかテレビの報道の仕方とかそちらの方にかなり依存してて、 AI がっていう手法の話をされた時になんか自分としてはそういう AI って作れないし作っても意味がないし、どちらかというと今の人間の行動のモデルのシミュレーションを提示して、皆さんどうしますかっていう感じになっていくのかなっていうのを思ってます。でだからといってこのまま行動を減らすと、感染を抑えられるけれども経済的な話とかも含まれてきたりとかいろんな話が出てくるので、いろんな先生方とかの批判とかいろんな方のお話聞いてるといや難しいんです。でそれをみんながそういうシミュレーションとかその政府の発表とかデータをもとに皆さんがどうしたいのかなっていうのが多分あって、でその中での落としどころを、政府やいろんな方が決めていって、で各皆さんが行動していくっていう形になっていくのかなっていうのは思っています。でまず一旦ここで切ります。今はその AI でシミュレーションするかとかその予測するかって話に対して一旦切ります。一回市木さんに渡します。ミュートな、はい、ありがとうございます。いやまさにそういうことで、ね、モデルを作るとか予想するとかっていう時に結局人間ファクターはコンディションとして入れなきゃいけないような失礼になってたらそこ次第になっちゃうんで、それ以上のことは何も言えないですよねっていう話で、であといくらね僕たちが部屋にこもって頑張っててもどっかのいたたまもう我慢できない人たちがわーってやっちゃったら全て元の僕らになっちゃったりとかっていうそういうのがあって、それをそこまで込みにしないと将来の予想なんて当たるわけはないんですからね。だから、おっしゃる通りで
どういう指針で物事を進めていかなきゃいけないかみたいなのは、いや、まさにその通りだと思いますね。で、一方で、経済とかね、実際に僕たちが生きていく上で、じゃあ全部こもってたら、すべて解決するかっていうと、その過程で、ビジネスが立ち行かなくなってしまう人たちとか発生するのはどうするんだっていう問題が一気に難しくなっちゃいますからね。なので、まあまあソリューションがないシチュエーションで、ああでもないこうでもないっていうのは、まさにこうお酒を飲みながら喋るような話になってしまうので、あれですね、今何を言おうとしたんだろう、なんかこれコメントしようと思ったことを忘れちゃいました。そういう文脈以外で、なんか追加のコメントがありそうなニュアンスを越野先生の最後のまとめで聞こえたんで、そこがあればそっちの続きの話をお聞きしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。あ、自分もちょっと忘れてしまったんですけど、なんか逆に聞きたいこととかありますか、こちらに。加藤さんはここグッドは何でしょうか。あ、いや、小曽先生の次の話を聞かせてください。で、なんか聞きたいことはありますかっていうのを振りを受けましたが、なんか聞きたいことありますか。そうね、そう、なんていうかな、こう我々は大体の時にこうポジティブな、こうやったらうまくいくっていうものを AI にしたくていろいろやってるけど、まあモデルを作ってるんだけど、例えば医療とかに関わると、もうこの健康診断および撮影したデータから言って、この方の余命は何日ですっていうかわいそうなこうモデルも作らざるを得ないわけじゃないですか。そしたらこう我々はね、割と決める立場じゃないからあれこれ気軽に言えるけど、じゃあもう自粛は解禁、自粛しなくていいですとか、それより経済回してくださいっていう判断をする方々は、こう残酷なモデルをたくさん作ってたくさん予測してるんですね。これだったらその 何人亡くなって、こっちだったら何人亡くならない、こっちだったら経済的理由で何人亡くなって亡くならないから、今日から解禁しますとかやってるんだろうけど、それはそういうのをもとに、まあ、今回だったら総理大臣責任取る立場の方が言うっていうしかなくて、こういう数式とかこういうので計算した結果出しましたっていうのってあり得るんですかね。まあそれを僕らが、僕ら、いや、ここにいる方々は理解できるかもしれないけど、みんな納得する形でモデルとかの発表ってできるもんなんですか。絶対できないですよね。いや、だって出かけないでって言って、ね、出かけちゃう人たちはやっぱり日本語の理解能力にいろいろなバリエーションがあるんだなっていうのが現れてるわけですからね。あとね、その不要不急と定義するものはたくさんありますからね。とか、まあいろいろ考えちゃったなっていうのは、今の小曽さん、小曽先生の話を聞いたりなんだりなんだりして、ますます思っちゃいました。で、小曽先生にそれに対して何かコメントをいただきたいですか。いや、なんかその続きの話として、ここで次何なのかなと思って。ごめんなさいね。いや、でも、あ、はい、うん、いいですか、はい、この後の話、はい、ちょっと難しい話になるんですけど、じゃあこの後、例えば、だいぶ感染抑えられてきてて、で3日間ぐらい、じゃあゼロでした、日本全体でっていう発表したとします。そうすると、例えばこれでじゃあみんな安心して、100% 行動したとすると、また感染広がるんですね。でなんか波みたいになりそうな感じがしてて、これで収まりました、大丈夫ですって発表したりとか、まあ、皆さんが判断すると、やっぱり行動をするので、広がるんです。で、そういうのを繰り返しながら、しばらく1年間って過ごしそうな感じがしてて、
で、だからといって、もうほとんどゼロになったけれども、2週間家にいてくださいって言ったときに、本当に入れるかなとかいう話もあったり、これで2週間家にいれば、絶対もう収まるんですって言われて泊まれるのかとか、結構難しい話があるんですよね。で、今のところ、楽観的なことを言うと、この流れでみんなが夏休み頑張って家にいる、暑いのにってやると落ち着くんです。ですが、さすがに、もうだいぶ減ってきたし、感染も少なくなったし、家にいてって言われても、さすがにこの夏の真夏の中、家にいるよりはちょっと涼しいところ行きたいなってなって、外行ったりすると、広がります。で、そういう状況を過ごしながらやっていくっていうのは、いろいろ結局 AI で解決できるのかなって言われると、自分はちょっと疑問で、それよりはなんか家で楽しむようなコンテンツをどんどん用意していった方が感染を抑えられるのかなっていうのはちょっと考えたりとかしてます。ってことで、今の自分の中では AI で解決するっていうよりも、家で楽しめるコンテンツ、例えばAmazon プライム見るとか、映画見るとか、ファイナルファンタジーの新しいやつやるとか、とかいろいろなんか家で楽しめるものとか、あと皆さん今 Teams とかさっきのこの Zoom とかでもオンラインで飲み会したりとか、楽しみ方もだんだん分かってきてるので、うまくこういうの使いこなせる人は家の中でゆっくり楽しめるコツも分かってきてるので、そういうのがもっと進めば感染を抑えられるのかなとも思ったりとかしてます。ちょっと AI と離れて家で楽しむコツみたいな話でちょっと一旦振りたいと思います。切ります。はい、ありがとうございます。ですよね。だから日本人の言うことを聞かない人をどうやってこうコントロールするかっていう側面から言っても、そういう飴と鞭の飴で寄せるっていうのは多分現実的なんだろうと思いますけども、で夏休みとかっていう前に僕はやっぱり、あ、でももうゴールデンウィークあれか、みんな諦めてるのか、5月6日までっていう話になってるので、みんなはそこは諦めてるんだな。だから次のターゲットは夏休みの話なのか。ゴールデンウィークはもう緊急事態になって、でもこんだけ県も国も家にいろって言って、で、お金も保証するってやったので、だいぶ抑えられると思ってるんです。ここは自分は楽観視してて、だいぶ感染者は減っていくと思ってます、本当に。その後は結構難しいところで、でも結局やっぱり夏休みなのかなっていうところだと思います。一旦切ります。まあ、僕はね、もう大衆をあんまり信じてないので、もうやばいかなと思いますけど、自分はねもう引っ込んでますけども、ね、大変でもね、だから、あ、まあ暗い話もあまり長く続けてもあれなので、気分転換というかですね、ここの 4人の方は、まあ、ずっと引き続きガーッとやってるんで、申し訳ないんで、適当に、息抜き しつつ、あれしてください。僕は、今8時ですけども、8時半で切り上げる感じで、最後に、なんだ、ちょっと話して、っていうようなイメージでいますので、ゆるく行きましょう。っていうことで、シェアにもう一回戻って、で画面を出して、ですね、何をっていうのはですね、そうなんです、ポッドキャスト、なんか今日は僕が頑張ったぞ企画みたいになってますが、で、ポッドキャスト頑張ったような話は十分してですね、加藤さんからいろいろ。いろいろノウハウももらいつつ、結構満足したんで、次の頑張ったぞの自慢に入りますか。ですね、メトロポリタンミュージアムからスクレーピングしたデータセットなんですよ。これは結構大変だったんですね。で、大変だったので、なんだ、これちなみに2月の発表の骨子の部分をコピペしてきてるもんですが、で、まあまあ、こういう話を5月にしましたが、この中で僕が特に言及したいのは、もうここなんですよ。ここ大変だった。ポッドキャストの前に大変だったので、これは3月の時のネタの話ですが、
ページのところね、3密を避けましょうっていうのは、未だまだ続いてますが、ここですね。で、またカグルですけども、カグルっていうのは、カグルはコンペティションをやってるだけではなく、データセットのホスティングもやってくれる。で、メトロポリタンから、API で、画像の、オリジナル画像の URL を取得して、で、そのオリジナル URL から、Python かな ?Python のリクエストかなんか使ってダウンロードしてきた画像、オリジナル画像を、ガッとまとめたものが、巨大なファイルサイズになるんですね、やっぱりね。で、これ、ちなみにカグルサイトで僕のアカウントの、僕の作ったデータセットですよっていう形でホスティングしてもらっていて、画像のサイズはを見ようと思った。ですね。ここだ。今のチっていうのも、音声、ポッドキャストにすると気になるんですよね。僕結構チッチってやってるなって、自分の喋りを客観視するいい機会になりましたけども。でも治んないです。ダメだなっていう、ね。はい。英語で書いてますが、日本の作家のメトロポリタンミュージアム、ニューヨークにあるメトロポリタンミュージアムに所蔵されていて、デジタル化されている、パブリックドメインで公開されている、パブリックドメイン、つまり、クリエイティブコモンズゼロで、公開されている、画像を、のメタデータをガーッと取得して、作者ごとに、カウントして、数の多かった人たちから順番にガーッとダウンロードしていって、ファイルサイズの問題等々あって、どこで終了にしたかっていうと、15枚を含んでる歌川豊春さんで終了したと。バージョン5は50作家。トータルちょうど50作家になったと。ね。こういうの見ると、あれですよね。こういうアート系の可能派とかですね。鳥居一門みたいなのもあるみたいですね。歌川派はたくさん当然皆さんご承知の通りいらっしゃいますが、っていうようなですね。勝川ふにゃふにゃっていうのがたくさんいらっしゃって。で、この辺の系譜をですね、僕は何も分かってないで、ただ言ってるだけなんですが、です。で、50作家の画像が、作家ごとにありますが、これ前にも言いましたが、メトロポリタンミュージアムの API でですね、より詳しいメタデータが、すべての画像に対して取得できるので、作家予想だけではなくて、つまりここの作家っていうのを画像に対するラベルだと見ると、作家予想の、教師データとして見ることができますが、それ以外にも、ね、メタデータを一筆斎文鳥さん。カグルのデータセットページに行くと、プレビューもできるんで、こういうのはね。はい、レゾの画像は、清居が、おう、にゃんこ。なので、単なる画像の分類タスクだけではなく、言いましたが、東海道53地、僕ね、やってますが、一つやりたいなと思ってるのは、東海道54番目の宿場をですね、画像を作りたいなと思ってます。ね、広重の画像から東海道の画像だけピックアップして、ギャンに加して、その今までの53次じゃないけど歌川広重が書いたであろう
みたいな映像を作るっていうのは、あの技術的に GAN で学習させればできるはずなので、ただデータの数が十分かどうかっていう話かなと思いますが、そういうのをやってみたら面白いのになと、思ってて、なかなか進んでませんが、で、これを、ね、僕は思ってますが、皆さんもいい演習問題ですね。演習問題ね。うちの中にこもってなんかやることがなくて困ってる方は、カーグルのから、コラボの方にダウンロードする方法は、カーグルのアカウントがあれば、できます。一発でできるんで、すぐにデータセット使えますので、ぜひ、なんかやってください。僕頑張ったのは、みんなに活用してもらうために頑張ったので、ね、活用されてこそ、浮かばれますので、ね、ポッドキャストはみんなに聞いてもらって、こそ浮かばれると。で、もうついでにですね、みんなに遊んでもらいたいものの、その2位ですけども、うずし字解読モデルも、これも前回のポッドキャストで散々言いました。コラボはですね、僕の Google ドライブの全景フォルダーがですね、シェアードになってますので、ここへのアクセス方法はさっき言いましたが、オンラインフォーラムの方に詳細は書いてありますので、そちらから、どういうふうにすればいい、このフォルダーを自分の Google アカウントに持ってこれるかみたいなのが書いてありますので、書いて、コピーしていただくと、くずし字のノートブックは僕はどこに置いたかって自分で、わかんない。わかった。これだ。2020年の2月28日ってフォルダーの中に、2つノートブック、コラボのノートブックがあってっていう話です。で、上のメトロポリタン浮世絵データセットノートブックっていうのが今言ったコラボで Google アカウントで、カグルのさっきの僕が頑張ってダウンロードしたハイレゾの浮世絵データセットを読み込む方法はっていうのが書いてあるのがこれです。今パパッとやってみるとめんどくさいので、これ GPU があれですけども、Google ドライブをマウントして、で、Kaggle のアカウントが必要です。Kaggle からここに持ってこようと思った。なんで、Kaggle のアカウント作ってもらって、で、API の、キーをですね、セットアップする必要があるんで、そこちょっとめんどくさいんで、そこは、これもフォーラムの方に詳しいことを書いた記憶が書いてないかな。また後で書いておきます。そうすると、Kaggle の、CLI ツールの、を使うことができるようになって、そこからデータセットをダウンロードしようって言ったら、ローカルにダウンロードできます。ね、10ギガバイトの画像群が一気にダウンロードできます。これを皆さんの代わりに僕がやってあげたということですけども、こうやってその画像をですね、ローカルに展開して、このように、見ることができるし、これには作家のラベルはすでについているので、作家予測とかはやりたければすぐにできるし。こいつは、あれですね、東海道ですね。東海道かな。広すぎるかな。多分ランダムにプロットしてるんですが、こういうやつをガーッとギャンのモデルに食わせると、違う、全く存在しない、東海道が書けるはずだと。やってないんで、やってから言えって話なんで、やってから、また、僕がやったらですね、フォーラムの方にシェアしたいと思いますし、他の人も
やったらうまくいったよっていうのがあったら、どんどん共有してほしいなと思いますが、で、もう一個のノートブックが、同じように、これもネタとして、メトロポリタンの浮世絵の画像を持ってきて、で、このノートのポイントは、それだけじゃなくてですね、崩し字。浮世絵とか日本の、江戸時代、それ以前の草書体のゴニャゴニャって書いてある文字をコンピューターで、解読してもらいましょうっていうコンペが昔あって、で、それのモデルをですね、ここにインポートしました。で、なんか長々とありますが、皆さんは、この長々を全部実行してもらえれば、あとは関数一発ですね、リード崩し字に画像を加わせるだけで、この画像のゴニャゴニャっていう、こういう字をテキストに起こしてくれる。で、こういう広重さんのこのゴニャゴニャっていうのも画像を入れると、画像の上に、まあ、こう書いてくれますし、テキストを抜き出してテキストをテキストファイルでも、これつながりとかは僕のなんちゃって Python スクリプトで、つなげてるだけなので、若干編集は手作業でやってもらう必要が、もし本当に使いたい場合はありますが、読み取れる。ね。なので、で、このモデルをですね、崩し字のモデルをもっと拡張したいとかいうことも、勉強すればできますので、どんどん拡張していただければいいですけども。で、これ、フォーラムの時に出した、クイズですね。東海道のこれは何て読むでしょうっていう話で、もう、皆さんご承知の通り、これはどっからどう見ても品川ですね。僕もだんだんこう、日本文化の教養が、なかなか、こう、レベルが上がってきたかなっていう気がしてますが、っていう感じのもの、いろいろ、それ含めですね、前景、僕の Google ドライブの前景フォルダーの下にはですね、過去の資産ですね。で、レイテストっていうフォルダーに行くと、NLP として青空文庫の、ランゲージモデルを作った話、ノートブックとか、フードデータベースの画像分類の話とか、五郎島金時の分類のノートブックとか、一番最初にやった犬猫分類のノートブックとか、一通り揃ってます。で、皆さん、AI をこのコロナの状況で、うちに閉じ込められてるシチュエーションで、よし、この間に AI エキスパートになりたいっていうふうに思われた方はですね、この AI フォーラムのサイトで過去のアーカイブに行ってですね、ね、初めてのディープラーニングからあります。初めてのディープラーニング。戸田さんブログを書いてくれました。簡単なアイディア。犬猫分類。質問させてください。まとめどこだろうな。これか。ビデオアップしました。などなどですね。あります。ので、自習、自学習できます。し、わかんなかったら、僕は常にコンピューターの前にですね、結局、会社にいようが、うちにいようが、コンピューターの前にいるので、で、フォーラムとか、見えるところにいるので、質問していただければ、はい、対応します。こういう、この管理画面を皆さんに見せるのはいいんだろうか。アカウント承認しました。こんな感じでアカウントはすぐに承認しますので、AI フォーラム、どんどん、アカウント申請してくださいね。で、コメント、コントリビュートしてください。で、予告したように、ふと見ると、8時26分ではないですか。
あれだな、黙ってても一人喋りじゃんじゃんする人間になってしまったんですね、僕も。もともとね、前にも言いましたが、独り言を言ってるし、鼻歌を歌ってるし、なんか同僚とかにですね、リアルのオフィスにいる頃の話ですけども、うちの社長にもですね、なんか僕が仕事してて、こうタイピングしてたらですね、目の前を社長が右から左に一回こう通り過ぎたなと思ってると、うん、2秒後ぐらいに、なんかもう左から右にまたこうふーって行くんですね。なんだろうなと僕わかんないけど、仕事してたらですね、なんか3回目にはピタッと僕の目の前で止まってですね、市木くんかって言われて、鼻歌を歌ってたらしいですね。しかも結構な大きさで歌ってるらしいんですけども、まあまあ、関係ない話だな。いう感じで、全経 AI セミナーフォーラムからですね、なんか、五郎島金時の分類っていうのは一つの、ユーザーさんの中から生まれてきた面白い応用例みたいなんですけども、そういうのの第2弾、第3弾みたいなのがですね、出てきてほしいなっていうふうに思ってますっていう感じの半分広報、半分誰か頑張ってよっていう話ですけども、加藤さんなんかこの流れ的にですね、なんかコメントなりなんか加藤さんもプッシュしたいことがあれば、今もう時間もこんな感じなんでいいタイミングだと思うんで、なんかこういうプロジェクトやるぜみたいなのがあってもいいですけども、なんかありますか？なかなかね、難しい感じでいろいろとね、まあおかげさまで僕の場合はフリーランスのプログラマーなんで仕事はなくなってないんですけど、これから逆に出社しないでいかにうまくやるかっていうあたりの仕事はたくさん出てくるんじゃないかなと思ってるし、こうなんていうか、倉庫作業とかでもなんとかでもなるべくね、人がいなくてもできるようになるっていうのに AI の活用っていうのはすごいまたより一層出てくるんじゃないかなっていうのはすごく感じています。なのでちょっとただね、こういうのできますよっていう営業は僕は一切かけられなくなってしまったんで、前はね会社に行ってこういう経歴を持ってこうですって言えたんですけど、なくなったんで、なんか僕もいろいろやり方変えなきゃいけないし仕事も変わってくるんだろうけど、なんかね、いい知見があったらここで発表もしたいし、もっとシビックテックの分野であれこれとかっていうのもやりたいなと思ってますし、そういう意味では前向きなところもたくさんあるんで、うんね、この AI フォーラムもしっかり、感染症の話もしっかり、まあ、ちょっと前向きに考えていきたいなと思います。素晴らしいですね。僕はその前向きさをなんか見習いたいし、こう爪の赤を煎じて飲まなきゃいけない気があれしますけども、では一つなんだ、質問っていうかお題的に聞きたいことを思い出しました。ですね、オンラインライブストリーミング化とかズーム今回やりましたけども、この状況と僕歴史を述べましたが、全球 AI フォーラムは地域に根ざしたコミュニティが欲しいんだみたいな話があって、見方によるとなんか矛盾してるっていうか、なんか状況的にこの配信だって別に金沢に限定した配信じゃなくて、もう世界、日本語わかんない人はわかんないですけども、世界につながってるわけですよね。そういうものに関して、じゃあ AI フォーラムはポストコロナの状況で AI 全経 AI フォーラム金沢でのコミュニティみたいなのを志向してた我々っていうか僕はどうするべきだと思いますかっていうのはちょっと聞きすぎですけども、なんか そういう部分に関してなんかコメントありますかね。これがね面白くて、いろんなオンラインイベントやってますけど、もうとにかく例えば Ruby のオンライン、 Ruby 金沢 RB っていう金沢の Ruby のコミュニティはもうすでに日本全国から Ruby の人が集まって参加してる。金沢 それになのに日本全国が集まってるし、Amazon Web Service User Group 金沢、クラウド、Amazon のクラウドについてお勉強する会も、もう参加者が、今まではね、石川県だけでやって、もう数人しか来なくて寂しいよな、できるようになったらみんな関東転勤だしな、とか言ってたのが、もういつの間にかそれ実施すると、タイミングさえあれば、会えば、もう日本全国どこからでも参加できるようになってるので、
面白いなと思いつつも、そういう中でもやっぱローカル性ある名前を残したりなんだりかんだりして、いざという時会えるっていうのはやっぱ逆に価値高まるじゃないですか。オンラインで集まるのは当たり前で、だけど、まあ、今回の騒動で会わないのがいいからまだ何とも言えないですけども、本来は会おうと思ったら会えるっていうね。だからオンライン、人と会うのはコストだからやめようねってなればなるほど、人と会うっていうのはすごい、ね、やったら成果出さなきゃいけないし、すごい価値が高いことっていう、こう両極端になってきてるんで、ますます、ね、あの全景 AI フォーラムっていう名前で金沢中心でやった、まあ、北陸というべきなのか石川中心でやってますっていうのは押していってやって、かつ他の県とかゲストとかが呼びきやすくなってよかったって考えるのもいいのかなと思いますし、そう、加藤さんのだから金沢のその Ruby なり Amazon でやると人が増えたっていうのは、見方を変えると、金沢のイベント、その金沢加藤さんがやってるものが全国的なマーケットにおいて価値があるから人が集まってくるっていうことでもあるんですかね。あ、そうだと思いますよ。かつ勉強会開催って、例えばあの今ね、Facebook とかでイベント作れますけど、コンパスさんとかドアキーパーさんとかって、はい、そういうイベントを開催するツールってやっぱり登録した人の地元に関するイベントを案内してたんですけれども、もう今はもう技術で横のつながりで紹介するのだし、開催場所ってところにオンラインっていう項目が増えて、もうオンラインだったらもうどこでももう日時さえ合えば参加できるじゃんっていうことになってて、割と世間は、勉強会の世間はそっち推し、もう技術だったら場所関係なく集まっていいじゃんっていう感じ。いや、あのそうなんですけども、僕はいや人がそれで増えたっていうか集まった、うんうん、全国から人が寄ってきたっていうのは、要するにあの残酷な話、全国区になるとあの意味がないところには人は行かないじゃないですか。いや本当そうなんですよね。だからいやっていうかね、今 YouTube 10人ですよ、うんうん、どうやったらな、何なんか欠けてるんだろうなと思っていて、うんうん、何をどう、何なんだろうなっていうのがここ 2,3 回の僕のなんかテーマなんですよね。だからオンライン化することによって多分ターゲットは増えてるはずなのに、地元の人の多分訴求力も低下して、外に対する価値観、あのバリューも低下してたら、あのこういうことになるんかなっていうふうな危機感があるんですね。だってね、なので東京のも参加できる、石川県のも参加できるって、質が高い方行くでしょって話だった。そうだから、いや増えたっていう話を聞いて、そこになんかあの何がキーなのかなっていうのを聞き出したかったんですけど、多分そのキーの一つが、うん、結局 やってる開催する時間とかなんですよ。ああ、はい、内容についてはすでに内容ってもう固定されたコンテンツで、もうスライドとかもシェアする仕組みたくさんあるから、まあ、どこで聞いても実は大したことないと。でもでさらに 100人規模200人規模のイベントだと質問するのも大変だけど、少ない方が要は10人でやってた頃を20人になってもやり取りができるとか、まあ、いろんなこうメリットがあって、かつそれをリアルタイムで僕が暇な時間で参加できるっていうのを探したら金沢のこれだった。あ、東京に住んでて東京のそのイベントについては参加できなかったけど、時間が合ってるから参加できるなったんだ、時間さえあれば来れるっていうなった結果人が増えてるんだろうなっていう感じはすごいします。コンテンツの内容は置いといてね。わかりました。じゃあ全景 AI フォーラム二次会を10時から設定すればいいんですね。いや実はですね、先月オフラインイベントやってた頃って、最後確か 2,3 ヶ月ぐらい最終金曜日、花の何でしたっけ、うん、なんとかフライデー、プレミアムフライデー、プレミアムフライデー、実はプレミアムフライデー僕別件があって来れなかったんですよ。だ、ね、そういうのも参加できるようになる、もしかしたらですね、そっち行きながらオンラインで参加できるとかいろいろあるんで、そういうところが、ではもう開催日時とかがすでにバリューとして成り立ってるんじゃないかな。いや、勉強になります。ありがとうございます。
えいっていうことで、川村さんにまた、テーマっていうよりは、もう多分締めのコメント的なっていう、また難しい振りになっちゃってるのかな。なんかやりたいなっていうことがあるとか、あと、最後に言ったように、どうやったら人が集まってくるのかなっていう部分に対するアドバイスも僕はすごく欲しいんですけど、なんか、何でもいいんで、コメントください。はい、そもそもすいません、私ここにいちゃいけないよねって思いながらずっとこう参加してる感じなんですけど、いやそうですかっていうか、僕は多分今日は川村さんがそこにずっといるっていうことは、このフォーラムのなんかいいアピールになってると本当に思ってるんですよ。だったらいいんですけど、全然技術者じゃないし、うん、AI のことも興味があるっていうのは、ユーザーとしての視点でもちろん興味があるっていうところはあるんですけど、そこが僕は個人的にはエンジニアはもうほっといてもやる人はやるんで、なんで、そういう人間の視点からすると、こう通常のフォーラムはやっぱりちょっとハードルが私には高いんです。なんで、でも例えば今日みたいな感じだと、ちょっとオフ会的なニュアンスが感じられ、あとクリスマスの時もそうなんですけども、若干そういうのが感じられたので、私も行っても大丈夫かなっていうので参加しているので、そういう幅広くいろんな人で意見交換しようよっていう場と、もうちょっと突っ込んだ、いやいやもっとこう細かいことやりたいんだよと、専門的なことやりたいんだよっていう場と、その融合させるんじゃなくて会を分けるとか、今も割とそういうところがあると思うので、私はハードルが低い方には来るようにしてるんですけれども、そこら辺の目的がはっきりしていると、分けた方がやっぱり参加する側としては参加しやすくなるんですかね、っていうか集まりやすいと思います。目的意識がはっきりしている方が、時間作ってでも本当にやりたかったら集まると思いますし、これを作るんだ、でこの例えば五郎島金時みたいにはっきりしているものがあれば、金沢のこれを作るんだっていうものがあれば、別に金沢以外の人が来られても、それ使われる先が金沢だったりとか、金沢の例えば観光地の何かをするとかみたいなんだったら、金沢に興味がある人っていうふうにも来れるでしょうし、うちの会社の5人、社長と社長の奥さんっていう夫婦を含めて5人の会社なんですけど、1人マレーシアで仕事してるんですよ。転勤っていうか、旦那さんの転勤について行って。で、同じ仕事を世界でやってるので、金沢のことしかやらないですけど、マレーシアからもできるし、うちからもできるしっていう形でやってるので。それはこのコロナとは違うタイミングでもう前からなんですね。はい。リモートに本当に。そうなんですね。あ、はい、なので女性ばっかりなので、旦那さんの都合でいろんなことがあったり、出産でいなかったりとかっていうことがあるので、なんでいち早くリモートの対応ができてるっていうところがあるんですけれども、うん、同じような感じで、別にいろんな人が興味持って参加できる会であっていいと思うんですけれども、テーマは北陸金沢っていうものであれば、別にそのいろんな方々が参加してこられてもいいんじゃないかなと思いますし、そこがはっきりしていれば参加する側は参加しやすいと思います。うんうんうん、分かりましたっていうか、なんか難しいんですよね。なんかやっぱり欲張っちゃうっていうか、やる方としてはなんか絞りきれないですからね、やっぱりね、なんか。でも分かりますっていうか、参考になります。ありがとうございます。ありがとうございました。はいはい、今日はすごく嬉しいです。これ、川村さんいなかった場合を想定、脳内で想定すると、かなりキャラの違う回になってたなと思うので、すごく、嬉しいです。そう言っていただけると、はい、とても安心します。ありがとうございます。はい。はい、っていう流れで、また、最後にですね、越野先生になんか、見事に締めていただきたいなと思うんですが、全体的にいかがでしょうか。そうですね、今までの話の続きなんですけど、はい、自分としてはやっぱ相手のレベルとかどういうことに興味あるかが分かってると話しやすいんです。で、例えば
今ちょっと自分の講演予定だったその推進システムにしても、あ、はい、協調フィルタリングって方法を説明するにも、例えばその相関係数ってこうやって求めますって数式出したときに、どのぐらいの方が理解してもらえるのかなとか、逆にこれ簡単すぎて、バカにしてるのとか言われても嫌だしとか、いろんなこと思うんです。で、昔やっぱりちょっと講演呼ばれて、話したときもそうなんですけど、やっぱり、簡単すぎて、こんなの、どうなのみたいな話がやっぱりあったりとか、逆に、その難しすぎてやっぱり分からなかったっていうのもあったりとかして、レベル設定ってすごい悩むんですね。で、こうやって今回人数少なかったりしたり、でどういう方が聞いててどういうレベルかって分かってたりすると、ちゃんと満足度上げれるような感じがしてるので、自分としては例えばいつもね、人数多くするにはどうしたらいいですかって話があるんですけど、多くすると自分は逆に怒られるような、あっていうかその、ちょっと評価が下がるような感じがしちゃってて、で少ないなら少ないなりに満足してもらえるようなお話したいなとか、そういう会にしたいなと思うことが多いんです。多かったら多かったなりに、それなりにみんなのそのまあ、共通点というか、みんなが満足するとこどこら辺かなっていうのを主催者の方とか相談しながら、どの辺話したらいいかを結構あらかじめちょっとね、お話ししながら決めていきたいなと思っています。なので今回のちょっと例えば勉強会とかにしてもそうなんですけど、やっぱりその人数に合わせていいコンテンツとかいいお話を提供できるようになるといいんじゃないかなというのは思っています。で、どうですか、あ、じゃあどうですか。いや、そうなんですね。いや、さすがっていうか、まあ、プロフェッショナルですからね、先生で。で、ただ、それと、この回、いや、まあ、だから、僕が煮切らないっていうのが一番あれなんですけども、事前にターゲットを、予想っていうか、予約制でも何でもないし、来てくれる人は来てねっていう感じで、今回も、川村さんが来られるっていうのは来られるまで分からなかったわけですし、これ結果を、もう世の、全経 AI フォーラム結果往来な、すげえ適当な回なので、多分、で、ね、越野先生の今言われた、どこでも僕は満足できるっていうのは多分すごいプロフェッショナルなレベルの高い話で、ね、僕はそういう場を提供、できてないんだなっていう感じがするし、それは結構提供できなさそうだなっていうか、この形態っていうかね、この緩い感じっていうか、来たい人来てねっていうノリだとなかなか両立しないですよね。だからどう狙うのか、僕はだから万人に満足して、越野先生はターゲットが分かったらそこにゴンと行けるよっていう、で僕はもう最初からみんなをハッピーにさせることは無理だろうから、一人でもって言うとよくないな。でも、自分ができるだけのことをやってるしかないんだろうなっていうノリでやってるんで、まあ、それで満足するんですかっていう問いにも聞こえるんですけども、なんかね、できることをとして、なんかできることがあれば、やりたいですけどもね、なんかアドバイスがあれば前向きにいろいろ検討したいんで、引き続きいろいろアドバイス欲しいなと思います。はい、あと例えばあ、なんか手が上がりました。ちょっといいですか。ごめんなさい。はい、失礼しました。いや、私がこういつ参加するかっていうのの目安になるのがそのアジェンダというか、具体的にどんなことをされているのかなっていうのの、まあ、書いてある内容とかで、あ、これ私にはちょっとわからんわって言ったら、とりあえず自分もわからないし向こうに気使わせるよねみたいなのがすごく強い時にはやっぱり出れないし、まあ、物理的に出れない時はもちろん出れないんですけれども、あ、だからつまりは今回は僕がこういうふうにやりますよって言ったのは昨日なのでっていう話ですね。はい、僕、Facebook の方に書きましたけども、すっかり失念してたんですね。これ、自分のことでバタバタしていて、来週ぐらいのイメージでいたんですけども、
ああ、22に設定してたと思って、慌てて、どうしようっつって、この状況だしなと思って、こうなっちゃったんで、まあまあ、そう、川村さんの今回の、ことに関しては、多分そういうことでやったっていうことですね。まあ、内容を見て、これは私向き、私向きじゃないみたいな、多分皆さんも、これ面白そうって、やってみたいっていうのって、判断できると思うので、多分そこら辺のアジェンダをしっかり作ることで、越野先生がおっしゃってるターゲティングっていうのはある程度クリアするのかなと思って、こんなのに興味がある人はここに参加する、今回はやめておくっていう、まあ、それだとこう、毎回数が違ったりとかするかもしれないですけれども、例えばこの半期のテーマはこれとかでもいいし、この1年のテーマはこれで、オフ会があるみたいな、形で、じゃあ私はオフ会に参加しようかなとかみたいな感じで、ターゲティングは比較的そのできる気がするなと思ったので手を挙げさせていただきました。まあ、皆さんの、助けのもとに僕も今後、より良い方向に行けたらいいですね。なんか考えないといけないですね。はい、ありがとうございます。で、はい、はい、今回その、まあ、前からお話しする予定だった話っていうのは、もう絶対この人は来るだろうっていうようなイメージがあって、でそれでその協調フィルタリングとか決定機の計算方法とか、いくつかその今までの話の、続きみたいなのを、そうですよね、と思って作ってて、でそこでそういう流れだったんです。であと、もし、まあ、こうやって勉強するんだったら、やっぱりいろんなその YouTube 動画とかもたくさんあって、皆さん結構自分が一番いいと思うコンテンツをうまく選べれてる感じがしてるんですね。勉強する側の立場ですよ。だったら、例えば幾何学さんのやつで勉強するとか、なんとかさんのやつで勉強するとかって結構みんなしっかり見つけてやってるような感じがしてて、でここでオンラインで参加できるメリットとしては、身近なので、例えばこの間その越野さんがこういうお話してたので、ここら辺もう少し詳しく聞きたいなと思ったらすぐつながれるので、そういうメリットはあるかなとか、この間講演されてた方がこういうことやってるってことが分かったので、つながれるかなとか、そういうのが多分身近な人とつながれるのが、この会のコミュニティのメリットなのかなとは思ったりはしてます。であと、今ちょっと自分らも遠隔授業のコンテンツ制作してるんですけれども、その注意点として、授業だと90分の授業やってるんです、対面だと。だけどオンラインの授業の、その遠隔授業をするときは10分以内に収めてくださいって言われてるんですね。10分なんです、うん、90分を10分、あ、まあ、もちろん同じ長さじゃなくて、コンテンツのまとまりとして10分ってことですね。で録画の動画を作るんだったら10分までにしないと学生は飽きてしまうので、90分の動画は作らないでっていうか、もう10分までにしてくださいって言われてます。でそれで10分作って、小テストとか課題をやって、でまた10分して、課題小テストして、で本当に最大としても3回分だけ、10分3回だけしか、作らないようにって言われてるんですね。でオンラインとか遠隔授業って、今までの対面とだいぶ変わってて、で普通にやってしまうとだいぶうまくいかないっていうのも分かってきまして、で今回のやつも多分そうなんでしょうけど、こうやってお話聞くのって、聞く方は結構辛いんです、実際はい、本当はそういうのも含めて、でそれを例えば編集で、さっきの話に戻りますけど、あーとかAを削ったからといって聞きやすくなるというよりも、もっと多分いろんな工夫が必要だなというのが私の中で思っています。はい、ね、音声の編集者もビデオ編集も、ね、映画でエディターっていうかね、編集の賞があるぐらいですから、そこはもう技巧の世界ですよね。だから素人がペペってこうやってなんかうまくいく話ではないっていうのはその通りなんですよね。まあまあ元の素材はどうなんだっていうのを置いといてなんですけども、まだやるべきことはたくさんあるっていうのは本当にそう思いますね。特にまあやっぱりなんだ、越野先生は教育コンテンツって言った場合には
プロとして提供しなきゃいけないっていうあのレベルが要求されますよね。だからそういう話もすごくなると思うんですけども、で我々はこれはそういう意味ではアマチュアとして、あの同行の師にこう提供するみたいなノリでやってるし、僕はあれですね、あのいや10分にした方があのユーザーの集中力がっていうのは、いや多分その通りなんだと思うんですけども、イメージとして僕がそもそもこれを始めた時のなんだイメージは、あのジェレミー・ハワードのファスト AI があって、あれってでも考えたら2時間ぶっ通しの動画をガーンと上げてるんですよね。でそれ結構僕楽しく見て、まあ人によるんで、でいやそれと例えばスタンフォードが自分たちのコースをあの CL なんとかっつってコースをオンラインでやっぱりアップしてて、全然やっぱりノリが違いますよね。だから適材適所っていうかね、ただあの見る人たちに負担を与えるようなコンテンツは愛されないコンテンツになるっていうのは、あのいつもイメージなきゃいけないところだなと思いますね。あの自己満のビデオになったらあのもうおしまいですからね。はい、ありがとうございました。で結構もうちょうどいい時間にっていうか、予定を結局超えてもう9時近くになってしまいましたんで、あの僕以外の3名の皆様、あの本当に無理こう引きずってここにこういろいろ話題も振って発言させてしまったりして、あのありがとうございました。あのぜひまたの機会があったら、なんかね、引き続きじゃないですけども、なんか、あの、こういうのもいいなと思いましたね。毎回これでするのっていうのはまた置いといてですね。今回は、あの、結果論として、すごく僕は、あの、いいゲストのお三方、いい別な角度からの意見が、本当に重なりなく出てきて、なんか、僕はすごい満足感の高い AI フォーラムでした。ということで本当に感謝でありがとうございました。で、で僕が仕切んないと終わりにならないんで、もうこれで終わりにします。で本当にありがとうございました。じゃあこれで終了です。今日はありがとう。で、ありがとうの後はもうズームを終了すればいいんですね。します。ありがとうございました。はい。はい。藤田さんもありがとうございました。あのなんか結構ね見れなかったですけども、あのはい、ね大輝さんもあのありがとうございます。ね大輝さんなんかあのズームに来てくれればいいのになと思いましたが、はい、切ります。あのね終わりは潔く終わった方が綺麗ですからね。ありがとうございました。おやすみなさい。どういう順番で切ればいいんだ。これをまず終了です。エンドミーティングだ。はい、ありがとうございました。